どうもお疲れ様です本日はですね、北陸を代表する DJ コレクターであられる、えー、DJ 小一郎さんにお越しいただいてます。えー、なにどうぞよろしくお願いします。今回のちょっといきさつがあの前段でありまして、えーと、先月1月上旬からですね、あのそちら、はいあの、金沢の方で、はい、えと演出家の高山さんと、まあはい 本拠監督ですかね、役割としては、えー、とそちらであのライターの江賀一博さんが主,あの主催されている、えーはい、ワンダープロジェクトという、えー、とヒップホップの、まあ、学校みたいなものだと思うんですけれども、はい、が美術21世紀美術館で、1か月にわたって行われてね、はい、そうですねそで1月上旬から2月上旬まで。はい でまあ、昼の部がて展示会という形で,で夜の部がそういうこあのスピーカーマネー招いての公演というのはプログラムだったと思うんですけれども、はいえっと、そうしたところにですね、まあ、たまたま私もあの <laughs> 前回あの、まあ、こ完全に光一郎さんのつ,あのつてというかご紹介なんですけれどもであの参加させていただいて、まあ、あのいろいろそこであのあの当日お話ししたことがですね、まあ、今後ぜひ相変わブに残したいなというのがありまして今日こうやって。 あのえー、とアーカイブ化する上でのお時間を頂戴しているというような次第です。本日はどうぞよろしくお願いします。よろししくお願いしますではさ早速始めましょうかね。<あ>えー、はい、お願いします。前その実際、ワグナプロジェクトというのの中でプロあの実際に使用したあのスライドがありますので、本日それをまた再利用させていただこうと思っています。で、当日あのスピーカーとしてあの他の 方2名いらっしゃったんですけども、今日はちょっとそういった事情があるので、まあはい、小一郎さんと私の方であのさせていただこうと思っています、えー。今映っているのはですね、その1月15日に、えー、金沢の21世紀美術館の方で、えー、展示されていましたワーグナープロジェクト、これの、まあ、スピーカーイベントというか、あトークイベントというところで話した時のスライドになっています。で、えーとまあ、一応タイトルとしては、この 地域別のインディラップの歩みと自衛紹介というあのタイトルを適当に入れたんですけど、我々2人とも全く思い入れのないタイトルではありますよね。<laughs> <laughs> まあ、一応分かりやすいようにして入れたっていう経緯になった、はい、と,ところですね。これをちょっとまた再演できればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。その時にあの登壇いただいた えーとスピーカーとして、まああの、こちらの山口小一郎さん、山岡浩一郎さんと、まあ、私と、その時ははのダースさんとエガイ地さんもあの、オブザーバーとしてあのご参加いただいて、いろいろ面白い話を、えー、してい,いただきましたね。はい、まあで、ちょっとこ,ここからということで、あのとあの私のことを簡単にまあ紹介したんですけれども、まあ、あの本当に <laughs>。 <laughs> あの今更何,何も特になあの話すことはないんですけど、まあ、こ,うこうやって、えー、とこのインディ・ラップアーカイブっていうのを、まあ、2020年の11月に出したので、はい、それの縁で、光一郎さんにご紹介いただいてお話いただく機会がこの度あったというところです、す、まあ、この本はあのえ英語のラップにまあ基本的に特化してて。はい 中でももうほぼほぼ北米の作品しか取り上げてないんですよね。ですけど、まあ、あのそのワグナープロジェクトっていうのは金沢であの行われてで、金沢でやる、まあ、金沢でやるからには、あのこういあの金沢の実際の、まあ、シーンだったり、金沢でおあのいろんなクラブ等で、ね、皆さんがあの実際に体験されてたヒップホップっていうのをもあのメイン日本にそ捉えて、でまあ、こういった、えっと、僕が本で書いたようなことも多少は。 触れさせていただいて、まあ、その金沢で開催するセッションにふさわしい内容というのに、一応、はい、落とし込めたかななんて思ってました。はい。で、じゃあ,あの早速、ちょっと内容の方入ってきますね。えっと、まずはですね、ここですけど、まあ、インディーラップの定義ということで、あのまあ、インディーラップと目を打っているものの定義について整理してから、まあ、ラップ産業の黎明期で、成熟期、そういったところへ時代を振り返って、 い、えー、いければなと思っていますで先ほどもお伝えしたとおりあの、えー、このイベントはですね地域別のインディーラップの歩みと事例紹介という、えー、タイトルにまあなっていました通りまり、あ、日本のラップレコードの一応中心であった東京の状況というのをまあ軽く触れながら、まあ、インディーラップのすごく親和性が強い <laughs> ちょっと特殊なあの地域性があったと思われるあのまあ金沢の シーンの特徴についても実際の当事者だった小一郎さんの方からあのご紹介いただいて、まあはい、こういったリアルなフィールドとともに、まあ、インディ,ンディーラップというものを語る上では、まあ、あの避けては通れない、まあ、インターネットとラップというところ、まあ、こういったところですね。まあ、こういったところの、まあ、交流と、まあ、現在についても、まあ、簡単にちょっとあの当日お話しできなかったこともあるので。はい あの紹介できればなというののところですね。で、まあ、最後に、えーと、インディラップの盛り上がりとともに登場した、まあ、象徴的なアーティストとして、まあえーと、ピックアップグループというのを一つご紹介できればなというような流れです。はい、えーまあ。といったところで、本、えー、日の、えー、と大割りとしては以上になります。では、早速あのこういあの、こちらについてあの始めさせていただきます。でちょっと,あのと当日はあの え小一郎さんのにあのかなり進行の方はしていただいたんですけど、ちょっと私があのあのスライドをいじってる関係上、あの今回ちょっと私のでさっきかで最初から、はい、始めさせていただいてますね。じゃあ早速、まずはインディーラップの定義についてあの確認しましょうというところですね。えっ、ー、と、ここにあのちょっとインディーラップの定義ということでいろいろ入れてるんですけど、まあ、こ,この記述、この英語の記述は、 あのメリアム・ウェブスターっていうアメリカ英ドの辞書から引いてきてます。まあこれはですね、もう単純にこのインディーと言われるものの定義があの書いてあるというようなとこですね。まああんまり意味,意味がないんで、あのすぐ日本語訳に行きましょうで。日本語訳はこういった感じです。ウェブスターによると、まあ、インディーというもの、言葉の,じあの定義は2つあるそうです。まあ、1つはインディペンデント、ここですね、独立。 すなわち、独立しているものという定義です。提義先のメジャーレベルだったりとか、こういったとこですね、えー、配給会社、そういったものを持たずに、独自に作品を制作、発表している、まあ、会社などが該当しますと。で、もう一つは、独立した形で生み出された制作物、そうです。このそのものという意味ですね。まあ、こういったのは、本当に辞書的な意味でしかないんですけれども。 まあこの2つの定義をもとに、まあ、このトーク中で、インディーのラップについて定義するなら、えー、こういった形になるでしょう。このインディーというのを関しているラップというのは、つまり、自主独立レーベルより発表されたラップ作品のことを指します。まあ、かなり大雑把な定義にはなりますが、えー、とこのメジャーレベルによらないラップ作品、 まあ少なくともこれがあの我々の提示するインディーラップの定義というような形で最初に示させていただいているというところですね。はい、あこれにあの類似する用語として、まあ、ここに書いてありますが、アンダーグラウンドヒップホップなんていうのがある呼ばれるようなものがあるんですけれども、これはもう少しなんか定義があいあの抽象的で、まあ、外してマイナーなものなんかをアンダーグラウンドヒップホップと呼ぶようなことが多いイメージですよね。 あとなんか暗い音像の曲とかなんかまあすごく曖昧な言葉ですよねアンダーグラウンドヒップホップは結構当時あのー、まああんまりラジオでかかってたイメージはないかもしれないけどなんかメジャーから出てるような作品とか、はい、そうですね <laughs> ブラゼーブラゼーのアルバムとかテラデュエラーズのアルバムとかメジャーからリリースされてても中身はアンダーグラウンドみたいなそうですねあのラウドなんかまさにそんな感じでしたねあそうですね、まあ、レーベル自体がそうでしたよね はい、もうなんかあのー、普通にすげえ予算で売ってるけど、はい、中身はインディーそのものですよね。だから、あのー、普通になんていうんですか、うん、ラウドの、まあ、それこそモブディフとかだってラウドで、そうですよね、はい。あの辺まあ、売れたは売れたけど、別になんかその <laughs>、パーティーミュージックって感じでね、枠組みとしては別にアンダーグラウンドヒップホップとも呼んでもおかしくない。 なので、うん、なんかアンダーグラウンドヒップホップっていうと、なんか抽象的で本当に書いてある通り、曖昧になってしまうんで、インディーラップの方が、まだ枠組みとしてはしっかりしてますよね。そうなんです、ね、区切りやすいっていうところが分かりやすく、今回はそういうインディーラップっていう定義にしてるっていうのは、まあ、僕の本もそう正直そういうとこがあって、はい、アンダーグラウンドヒップホップって言って広すぎって、どこまで載せていいのか分かんないっていうのは。 というところで、まあ、あのこういったところで、あの本セッションでは、まあ、一貫して、インディーレーベルによるインディーラップというのをあの基本のトピックにおいております。はい。じゃ早速、本題に入っていきましょう。ラップ産業の黎明期の話ですね。はい。で、ラップ産業の黎明期、はい。こちら、1979と書いてます、えー。ヒップホップの成り立ちというのを考えると、 えー、ヒップホップはあの DJ がターンテーブルで交互にレコードを演奏するというところから、まあ、発祥してますので、えー、ヒップホップは12日シングルというフォーマットから産業がスタートしたと言えます、まあ、最近だとなんかその先行研究とかでいやあのラップっぽいものは68年にあったとかあの79年の前年になんかそのミュージ, <laughs> ミュージカルの中にあのラップっぽいのが使われてそれが実はレコードになっているなんていうようなこともあるんですがはい <laughs> まあ、たそういうのは基本的に後から僕は歴史修正主義的に変えてるだけだと思うので、はい、<laughs> 一般的にはこの79年がまあまりヒップホップとレコードの元年ってういう言われ方を今してますよね。もちろんブロックパティ時代の,あのなんでしょう音源が最初に何でしょう落とし込まれた時っていうのは、あの例えば8ト,トラックテープとかにあのあ、はい、カセットの前の時代ですよね。うん、そこにあの当時のライブの音声をそのまま録,録音して。 あのそれをあの、なんでしょう、DJ とかが売ってたみたいな、もあ的な経緯もありますけれども、まあ、そういったものではなくて、いわゆるあのプレスされたもの、録音物としてあのプレスされた正式な形で残されたものっていうのが、まあ、この79年と言われて、で初めて、まあ、公式の録音物としての登場したといわれているのが、まあ、一応は、えー、12日シングルであったというようなところですね。で、まあ、意外と忘れがちなことなんですけれども、 このラップ産業の黎明期の作品は、まあ、実はインディーレーベルの作品が中心でしたというようなところで、でこれってすごい実は非常に重要で,でな、なんかその略説的っぽいんですけど、これはつまり、ラップっていうのはその成り立ちから実はインディーだったと言えるというような、インディーっていうと、なんかその、な、ま、んうか、マイナーなものとか、あのはい、ボールというか、なんか中心じゃないイメージがなんかあるじゃないですか、うん、インディーって聞くと。 でも、よくよく考えると、発症の段階はいや、逆にそっちが主流だったんですよっていうようなところが、意外とあの最初,初期の頃を掘り返っていくと分かるっていうようなところで、まあ、これをちょっと検証してみようというあのところがありますので、まあ、こちらについて、まあ、簡単に、まあ、インターネットの記述を引用しながら、あのちょっと見てみましょうというようなところで載せています。で、ここですね、まあ、このグレ、えー、e a t e s t Old s c h o ップ a ップ Hip Hop r という、えー、ウェブサイトは、 でで私が適当に検索ししたたらヒットトサイトですなん全く重要でも何でもない、<laughs> 本当にさ無作品に選んだサイトなんですけど、でこ,えー、こ,こ,この発見したサイトの記述を、まあ、今回は検証に使ってみようという意図です。でこのサイトはどうやらですね79年から85年のラップ作品を、えー、各年15曲ずつ、まあ、独自にランキングにしてあの掲載しているというようなサイトになってますねこれですね。 で、あとは全部正直、あの、ちょっと、あれなんで消してますけど、はい。で、でまずは79年のリストを見てみましょうというところですね。で、ここで末尾にッコ書きしている部分、まあ、こういったところですね。この、こういったやつというのは、私の方で勝手に付け足したものです。で、これが、あの、各作品のリリースされたレーベルの名前になっています。まあ、こういうシュガーヒルレコードとか、スプリングレコードとかそ、そういうところですね。 でこの中で黄色文字に入られてまあまさにこのシュガーヒルレコードとかそうなんですけれども、これがまあインディーレーベルの作品となっています。まあ、これは私がまあジャッジしたもので、かなり厳しめに、まあ、例えばヨーロッパ版がメジャーレーベルから出ているような作品なんかも、まあ、一括して、今回はレメジャーレーベル扱いというような形にしてますけれども、まあ、数としてはそんなにないような感じですよね。 で2番目にあるこの、えー、ファットバックバンドのキング・ティム3っていう、えー、と曲に関してはどちらかというと、まあ、ファンクバンドがラップを、まあ、使ってちょっとギミック的にあの取り上げたっていうような色が強いですしでこの4位のカーティス・ボロの、えー、クリスマス・ラッピンっていう、えー、とこちらはですね、まあ、あの初めてメジャーレベルと契約したラッパーとして知られている、まあ、カーティス・ボロの曲 ですから、まあ、この辺はちょっと明らかに毛色がちょっと違うというのはそもそも分かるというようなところで、でえー、っと数でいうと15分の11というような感じになっています。11というのがあのインディレーブルの数ですね。で、次の80年はまあこんな感じですね。で、この,あのちなみにサイトなんですけど、発表年月がかなり間違えまくってて。<laughs> で、あの、 まあ僕の方でけあで結構打ち消し線を引いてるんですけども、こういう、こういうのですね。これはあのあの別の年度の作品になってます。まあ、かあのちょっと注文入れてるんですけど、だからあのちょっとこれはあの分かりやすく今回入れてません。あの形状しちゃうとあの数がね、ちょっとわ,わけわかんなくなって、あの例えば、ね、あの79年のだから前のやつに入れると分母が増えちゃうんで、前のやつのが、まあ、ちょっと分かりやすく今回はあの全部除外している。 っていうようよな形ですね、えー、っとなので、はい、ちょっと分母が12分の10と今回減っちゃっています。で特にまああのちょっと悲しいのはこの辺ですよね。あの4位の The Sequence これとかはまああの、まあ、最初の女性ラップグループと一応言われてるものなのです、まあ、あんまり間違えちゃだめなやつなんですけど、<laughs> まあちょっと戒めの意味も込めて、あのそのままのあの打ち消しで残してます。はい でまあ、続く81年ですね。はかなりあの14分の13と高いか率作でインディー作品がリリースされていましたというところです。まあでもこのね、ファンキー4プラスンザッザ・ジョイン1位、これはね、ちょっとまあ間違えないでほしいかななんていうやつではありますけど、まあこの,とこの当時の確かにリリース年って結構分かりづらいんで。まあ、あのフレッシュさを保つためにわざと翌年のリリースの うん、なんかクレジットにしたりとかっていうのは可能性的にありますからね。まあ確かにで、特に12月末リリースとかのやつなんかは、翌年のクレジットにしますからね。だからちょっと分かりづらいっていうのはしょうがないんですけど、まあでも、まあ、ザあザジョイントは,、まあ、はあの80年っていうのはみんな知ってることなんで、一応あのこう言って入ってますね。で、82年はこんな感じで、で、ちょっと。 この、まあ、細かい話はし今回しないんですけど82年ぐらいにちょっとニューウェーブが流行ったりしたじゃないですかニューウェーブのムーブメントがあってそれこそマンハッタンのどちらかというとアップターンと言われるようなところのポストパンクロックみたいなのから入ってるようなそういう文化がちょっとヒップホップにも入ってきて、うん、でそういうとの交じり合ってみたいな。 ところがあったのが、まあ大体82年とか3年ぐらいなので、まあそうちょっとそれでメジャーレベルが増えてるかななんていうあの感じもしないでもないです。うん、まあだからこの83年もそうですね。えっ、ー、と、まあちょっとこれ,これの形状自体は12分の11なんで、まあちょっと盛り返してはいるんですけれども、まあ分かりやすいところでハービー・ハンコックとねロック・イットとか、まあこの辺はメジャーで出てるに決まってんだろうみたいな作品ではあるんですけども、<laughs> とかですね、まあそういったところかな。 あとはあのバッファローギャルズですね。マルコム・マクラーレン。まあ、こういうまあ分かりやすい曲もこのサイトのリストには入ってたっていうところですね。84年。84年はまあ15分の12。まあ、ちょっとどんどん。 まあ83年の時もいたんですけど、まあ、ニュースクールって言われるようなアーティストがだ,だいぶ増えたなあなんていうイメージですね。まあ、ニュースクールっていうのは、90年代にもニュースクールブームっていうのはありましたけど、ここでニュースクールはどっちかというと、ランディ MC とか、パブリックエネミーもそうですね、パブリックエネミー、まあ、もうちょっとアツなんですけど、彼らは。とか、ロクサン・シャンテとか、この辺のジュースクルールみたいな勢力、まあ、こういったのは当時ニュースクールというような扱いをされてた人たちですね。まあ、詳しいことは調べてもらいたいなっていう。 で85年が、まあ、ちょっとまた減りました。14分の8。で1位の,あのこのザ・ショーとラディダリっていうのは、あのちなみにあの同じシングルの A 面と B 面。これを分けて、あの1曲ずつという扱いで、この方は載せてたというようなところですかね。で、えーと、これまでの数字を単純に平均しますと、えー、こうなります。インディー率77%。 まあこの77%という数字は、あ,あくまで1つのウェブサイトのランキングを使用したまあ目安の数字でしかないんですけれども、ラップ産業の黎明期における人気曲、彼らがあのインディーとか特に関係のなく選んでいたリストのえ人気曲は、約8割がインディの作品だったということがまあ一応分かるというようなあの流れになっています。 でヒップホップはまあその成り立ちからインディーだったとまあ評しても、あのがち間違いのではないのでしょうかというようなところに至るというようなところですね。まあ、そういったのも含めて、ちょっと冒頭でこういったところを掲載させていただいたというところです。で、あのちょっと余談を挟みまして、えー、と翌86年というのは、よくラッ,プラ,スあのラップアルバム時代の到来とまあ言われます。まあ、ライセンス・トゥ・イルとか、あのレイジング・ヘルとか、早々にゴールドディスクを達成し、 ヒップホップフィールドにおいても、まあ、社会現象を巻き起こしたアルバム作品が登場し始めたというようなあの時期です。まあ、もちろん前年の85年もね、l l ジンのレイディオとかそういうのが発表されてたりもしましたが、まあ、こういったあのスライドのように多くのヒップホップ作品が、まあ、あのあのアルバムで発表され、まあ、あの現在一般的にアルバム時代の到来。 と位置づけられているのはこの86年にはなっています、まあ。と言いつつも、まだ全然この時はあのヒップホップはシングルが中心ではあるんですけども、まあ、アルバムも出て、アルバムでも聞くような人が出てきたというな時期ですよね。この辺ほぼ日本版出てますね。<laughs> ジャストアイス以外の4枚は全部日本版も出てて。ああ、ソルトンペーパーも出てるんですかあ出てます、出てます。帯付きで出てますわ。あへあもうこの頃にはあ、でも日本に入ってきたのはもうちょい。 あれですかね、レコードをリリース年に必ず日本版出たわけじゃないと思うんでね。そうですね、ちょっとラグあったと思いますよ。よちょっとラグあったと思いますよね。はい。まあ、あの、わかんないですけど、ビースティーズとか、あのー、まあ、ランディエムスとか、この辺ぐらいまでいくと、もしかしたら、相当早く出た可能性はあるんですけど。うん,うん。っていうところですかね。まあ、ジャストアイスのこれも、まあ、正直ね、そんなに、あの、<laughs> あの <laughs>。 宣伝されたイメージはないですよねただ、まあ、この辺はまあ一応アルバム単位であのそれなりに名作と言われているような作品で、まあ、こういったのが出ているだけですごいというのが当時だったとっいうような感じですかね、うん、イメージでいうと。はいでまあ、その次ですね、まあ、これもあのちょっとまあ余談に近いんですけども、まあ、80年代末から90年代、その後です、ね、にかけてヒップホップがまあアメリカのポップカルチャーとしてまあ完全に定着していくような時期がありました。と で中でもやっぱり一番大きなきっかけっていうのは、まあ、ラップを専門としたメディアが登場したことをですね、まあ、こういったものがないとそもそもあの広まっていかないんで、うん、だからまあこ,うこういったところで、まあ、特に88年の,、まあ、あのヒップホップ専門誌の,あのザ・ソースの創刊ですとか、まあ、要 MTV ラップスのまあ放送開始、まあ、こういったところはかなりあの、まあ、重要なターニングポイントだったと一応言われてますね。ソースマガジンではあの でしたっけアンサインドハイプか。はいはい、アンサインドハイプでよくあのデコードレーベルとの契約のないアーティストは紹介されてましたよね。アンサインドハイプの人たちは結構、なんでしょう、その,その後あの、メジャーになってした人いっぱいいますからね。あそうです。モブディープとか、ビギーもそうですよね、アンサインドハイプで紹介されてましたよね。なので、あの企画も結構大あの重要だし,たし、まああの、ソースで言うなら僕がやっぱり楽しみにしてたのは、 あのヒップホップクォーティブルっていうなんかその,、はい、<laughs> あのバースが書いてあって、うん、こ,このバースがすごいみたいなのがあるんですよ。あはい、であの例えば OC のねあの、うん、タイムズアップのあのがリリックがちゃんと出てて、うん、あのこいつが来るっていうのがもう9十だから3かなんかに出てましたね。だから結構そういうので僕はあで結構もうイメージ印象残ってるのはあんまり興味ないかもしれないですけど皆さんあのザ・バムスっていうあの、うん、<laughs> あのー 彼らはね、えーまあ、いわゆるあの西海岸の人たちなんですけど。オールシティプロダクションズの、あのそうスイアンド・キング・テックの、キング・テックの下っ端ですよね。そうです、だから結局、あのあの彼らの,あのラジオから出てきてるはずなんですけど、うん、あなるもともとは。で、うんうん、で僕、結構あの2人が好きで、で彼らのリリックも、えー、のあのそれで特集されてて、僕、最初にあのアルバム買ってみようなんて思ったので。うん 結構当時あれを楽しみこのただ88年のソースの創刊号っていうのはもう本当にペラペラなあの,あの,あのなんでしょうタウン誌みたいな時だったので <laughs> <laughs> もうちょっとちゃんとしていくのはあの89かにあ90何年に入ってからだと思いますね、うん、まあここに書いてあるようなこういった形で綺麗になっていくのはもうちょっとあとっていう,うなところですはいで次あのラップ産業の成熟期というところでまあ,そあの 今みたいな前段があって、シングルで出てたような時代があって、まあ、アルバムを出すような人が出てきて、であのメディアが盛り上がって、あのもうポップカルチャーとして受け入れられたような時代を経た後の91年の話をしましょう。はい、ここですね。NWA の,の登場とメインストリーム化というのを入れてます。で、えー、ここなんですけど、 まあ、これ、いろんな本でいる書かれてはいるんですけど、ヒップホップアメリカとかいう本でも、確かに、ね、記載があったと思うんですが、まあ、あの、いい目どころで言うと、この、ジェフ・チャンの名著と言われている、Can't Stop, Want to Stop。まあ、日本名で、ヒップホップ・ジェネレーションという、えー、副題の方をなぜか、表題に持ってきたというような本があるんですけど、うん、えとこれでも言及されてるんですが、あの91年にはデータ管理システムの、まあ、サウンドスキャンという会社の、あのサウンドスキャンという、あのー、 システムが導入されて、レコードの販売数の集計っていうのがあの始まったんですよね。で、それまであのレコードの販売数っていうのは店舗型の報告に左右されてて、まあ、なんかアンケートのような、こういった商品が売れているというようなところを逆に店舗の方に報告させて、それを実売ベースではなく、まあそういう、な何ベースっていうんでしょうかね、だからそういうサーベイベースみたいなので、あの 売上上といいう形でで計ししてたらしいんですでそれもあの店舗も結構その恣意的に選ばれたりとかしてたりとかして、うんまあ、そういった状況があったんですがこの91年の5月にあ5月じゃないですねごめんなさい、まあ、と,とにかくこの91年にあのレコードの売り上げがあの実売ベースになったんですよだバーコードピッてやったそのピッてやったやつがその後々売り上げにあの反映されていく実売になっていくというようなところですね、うん、でこれでビルボードが えーとこの90年5月に、まあ、チャートの集計方法っていうのを、その実売ベースに変えたんですね。うん、で、そのとたん、まあ、NWA のこの2枚目のアルバムが、まあ多分6月とかなんですけど、あのチャートインするのは、うん、アルバムランキングに入ってくるんです。で、これ、あの、ビルボードの方のあの、本当のビルボードの方の、えっ、ー、と、なんでしょうあの、まあ、ヒップホップアルラップ,ラップチャートじゃなくて、メインチャートの方 ビル・ボードのアルバムランキングにこの2枚目が登場する、宗、え、教、ー、法を変えた途端っていうようなことがあって、まあ、突如、ラップのアーティストがあのメインストリームで成功さめるようになります。まあ、例えばなんですけど、まあ、田舎の白人しかいないような地域のレコード屋がありますよね。でそういうところって、まあ、若者が実際にどんな音楽を買ってるのか、このサウンドスキャンというののの導入以前は、多分、印象でしか、ね、分かってなかった気がするんですよ。 でも意外とその、そういったレフォード屋でも意外とあの郊外の若い白人のキッズとかがラップ買ってたよみたいなのが、多分これでも全部分かっちゃったっていう。うん、で、でもこの91年っていうのがそのラップがメジャーなジャンルとなった重要な年と一応言われてますね。位置づけられてます。で、ただですね、えっ、ー、とまあヒップホップがその成り立ちからまあインディーであったっていうのを先ほどお伝えしたと思うんですけども、 まあ何でもそうなんですが、そのあるジャンルっていうのはあの成熟、成熟してから初めてなんかそのオルタナティブというか、その代わりになるものっていうのがあの出てきますよね、その金沢のところでもそのお話ししていただいたと思うんですけれども。はい やっぱメジャーシーンがあって、アンダーグラウンドシーンがあってっていうような、メジャーって言われるほどすごいもんでもなかったですけど。いえ、特に光一郎さんがあのたあのされてたイベントとか、まあ、この後お話しいただくんですけれども、まあ、そういったところっていうのは、そういう、まあ、なんでしょうね、やっぱり全体が盛り上がっていくと、いろんなあのまたそのオルタナティブっていうか、変わりのものが出てきて、れそれが相互作用でまたパイがどんどん広がっていくみたいな構図があるんですね。うん、まあ例えばあの、まあ えーまあ、皆さん好きなビールとかで言えば、まあ、世の中にあのいろんな既製品のビールがいろいろ出回り尽くしましたよねあのいろんなブランドの、まあ朝日だ恵比寿だなんだってあの缶,缶になってるやつだったりあとはお店で買える言われる生ビールって言われるようなビールだったり、まあ、でも大体メーカーとかブランドは一緒でそれが何かまあ,あの 広が広まっていったっていう,うな流れだと思うんですけどもで、そうやって既製品のビールが出尽くした後っていうのは、なんかその既製のビールとは異なるビールを楽しむみたいな、そういうオルタナティブな発想がなんかいろいろ登場したと思うんですよ、まあ、遺族によビールだったりとか、うん、一回地ビールなんて多分もう産業としてはなもうほぼほぼ壊滅状態になったはずなんですよ、その既製品のビールで。うんうん でもその後やっぱりそういったあの地のものだったりとかその独特な製法でやってるとかそういったのの美味しさっていうのは皆さんもやっぱりあの既成のビールに慣れすぎて逆のものを楽しみたいってなってくるじゃないですかそういってなんかそういう広まっていってビールの中でもオルタナティブの,あの G ビールクラフトビールみたいな発想っていうのがまあ登場したっていうような経緯があったと思うんですね、うん、まあラップ産業も同じで、まあ、メジャーとインディーっていうのはあくまでまあ表裏の存在であって、まあ、こう先ほどお伝えしたとおりあの91年に NWA とかこういったのが登場してくれたおかげで、あのイ,ンディー市インディー市場っていうのも活気,活気を帯びてくるというような構図があったというようなところですね。特にまああの、まあ、たまたま同じ年っていうのもあるので、であのまあ、あの対比しやすいということで、この f r e e s t y l e f e l l っていう、えー、アーティストの作品をこうやってあの提示させていただいてるんですけども、まあ、NWA がヒットを飛ばした91年。 まあだから6月にはチャートインしている作品の、まあ、そのあとだと思うんですけども、もちろん出たのは、うん、まあこの LA の、同じく LA から、えー、フリースタイルフェローシップが、えー、デモ音源集っていうの、まあい、一応ファーストアルバムにはなってますが、基本的にはもうデモみたいなものなんですけどね、うんうん、一応出てると。で、あの面白いのは、まあ、彼らはもともと汚い罵り言葉を使わないで、まあ、技術を高め合うというような、ちょっと独特のコミュニティあのグッドライフカフェという、まあ、食料品店の中で、 されていたオープンマイクというの、まあ、そういったような思想が背景にあって、まあ、この作品の中でもあの当時はまあ流行っていたそういう NWA 的な、まあ、俗に言うギャングスラップ的な、えー、言説への、まあ、継承を投げかせるようなあの曲をいっぱいあの書いてるというようなところですね。でまあ、特にこのフリースタイルフェローシップというグループは、まあ、後の、えー、西海岸のインディーラップに与えた影響はまあ大きく、まあ、あのそれこそなんでしょう プロジェクトブロードっていう形に名前が変わったりとか、あのアフターライフっていう形に名前が変わったりとか、まあ、あといろんな派生していった、そういう当時の西海岸の、まあえー、アンダーグラウンドとかニュースクール一派っていうのは、まあ、彼らに相当影響を受けてたっていうようなところですよね。で、まあ、こういったカウンターとなる作品、n w のカウンターでいったらもうこれっていうのがもう91年に登場してたっていうのは、まあまあ、重要な視点であるというところですね。 まあこういった彼らの詳細については、ちょっと下にあのクレジット入れさせていただいてるんですけど、この This is the Life っていうこのね2008年の映画を見ていただくと、より深く理解できるのかななんていうところですよね。で、ちょっとかなりいきなり飛んで、90年代中期以降のまあ東京におけるまあインディラップの盛り上がりについてちょっと振り返ってみましょうというようなところで、ここもちょっとお話しさせていただきましたね。 でここですね、まあ、僕私がこの辺説明するのも、ね、あれなんですけどねもっと詳しい人、い世の中この,辺にこの辺に関してはいくらでもいると思うんですけどまあ、一応千円段から話させていただくと、まあ、90年代半ばにはあのヒップホップのみならず東京がレコードの一大中心となっていた時代がありましたと、まあ、本当にんでしょう正直いろんなものを何でも東京の宇田川界隈に行けば手に入るなんて状況ありましたもんね。<laughs> で特にまあその今お伝えした通り、まああり渋谷の中の宇田川町というあの中にあるあの通称シスコ坂、えー、周辺には多くのレコード屋が、まあ、軒を連ねていたというような時がありました今はもうなくなってしまったんですけれどもそのシスコ坂というあの通称名の由来となったシスコレコードに始まり、うん、まあ坂を降りた先にあったこの DMR ですとかであの そうですね、今は DMR のところに HMV というまた別の,あの量販店が入っているんですけれども、まあ、あとはあの、まあ、今でも営業を続けているこの写真にも入れさせていただいているんですが、マンハッタンレコーズ。まあ、こういったところがまあ新ルの輸入版12インチなんかを買い付けていて、で当時あの輸入版を求めて、ね、いろんな人が長蛇の列をなしていたなんていうのは記録に残ったりしますね。うん、でなんかあの 特にまあ、結構僕のイメージだとやっぱ90年代前半ぐらいの,あのシングルっていうのが出てすぐ高額化してたイメージで、そうですね。普通のなんかあのメジャーの,あのレーベルから出てるやつなんかが、うんうん、で、結構それを変えないともう、なんでしょう、もう5、6000円当たり前のように中古ですぐしてるような時代があったかななんて、で、まあ国内版でもね、あのシスコで有名なのはやっぱりあの、なんでしょう。 あのブッダブランドの、ね、シングルの,あの放出日っていうのがなんかもう,うんみんなで奪い合ってたような時代があったっていう。でなんか500枚とかですか出したのがすぐもうさらけちゃったみたいな。うん、なんかそ,そんなお、うん、今だと考えられないですけど <laughs> 時代があったっていうところで、まあ、あの僕なんかもやっぱ痛烈に覚えてるのがあの、えーとまあ、数年前に出た「Souls of Misfit93-Infinity」。 うん、まあこれ、ジャイブのシングルですね、まあど、どこにでも売ってたとは思うんですけど、世界単位で言えば <laughs>、でもこれがもうなんかすぐもう値上がりして、まあ多分数千からあの下手したら万単位万円1万円とかぐらいで取引されてるなんていうのが、まあ、だから93年出たやつが、4、5とかにはそんなに高騰してたっていうのうな。 の覚えてたりしますねトライブ・コールド・あトライブコールドクエストのエレクトリック・リラクゼーションとか94年に出たシングルも95年にはもうやっぱり3000円とか4000円とか当時新風1000、ね、円切ってた時代なんで、うん、やっぱ結構1年で本当に、まあ、バンと値上がりしたりしてた時期ですね。 まあその中でもいろいろそういうのを牽引してたのがこのシスコとかマンハッタンレコーズで。うん、で、マンハッタンレコーズっていうのは、いわゆるレコード屋さんの名前で、あの会社としてはレキシントンっていうところですね。うん、で、これがなんかその、再発版いろいろ出してたりとか、結構いろいろ頑張ってらされてたっていうのはイメージもありますね。 で大体だから当時のレコードを見るとシスコかレキシントンの値段のタグが入あのついてま,、ね、てますね。<laughs> っていうなまあ DMR とかもそうですけど。っていうようなところでまあこの辺は語り尽くすとキリがないっていうかこれだけでや,りつやれちゃうんであのちょっと先に進めましょうか。<laughs> まあ、ワーグナープロジェクトの時江川さんが、まあ、この頃のレコードの熱気が <laughs> 今のレコード文化を大切にする日本のシーンとつながっているっておっしゃられててあまあその <laughs> うん。 っっていうのは本当にすごかったですよねやっぱり、あのー、僕もちらほら、まあ、海外とか行く,行くじゃないですか。うんでまあ、海外っていうのも大業ですけど、まあ、例えばニューヨークとか行くじゃないですか。うん、で、ファットビースとか行く,行くんですよ。まだファットビースがあったところ <laughs> でも別に店で買いたいものないんですよ。<laughs> 正<直> <laughs> ほぼ日本で手に入ったんで <laughs>。そうですよね。 <で>うん、だからであとそのまあいろんな有名なニューヨークのレ,レコード屋さんがあるじゃないですか、オールジャンルの取り扱い。そとこ行くと、やっぱ板質が悪くて、うんで、値段もそんな安くないし、うん、だから全然当時、まあ、だ10年ぐらい前までは、多分東京が本当に一番、うん、あのレコードがすごかったと思いますよ。世界の中で一番レコードがあるって言われてましたからね、そのヒップホップに関して。ででやっっぱぱ状態もいいのいっぱいのあるし、うん でもちろん、なんかそういう、あのなんでしょう、アメリカでしかないあ、ほとんど流通してないような気象版みたいなのはも,もちろんありますけど、うんまあ、その外してやっぱり質のいいものを置いてあったと思いますよね。うんと、うん、いう話を、まあ、当時、あの当時というか、その1か月前に江川さんとダンさ、うん、いろいろしていただいたっていうようなところでした。うん、で、あのその流れなんですけど、まあ、えっ、ー、と、ちょっと隠れちゃってるかな、この DJ クワイットストームさんとか、キ、うん、ラッシュさん、ちょっと隠れちゃってるかもしれないす。みません。えっ、ー、と、 まああのー、さっきの,あの90年代中期のレコードブームというのが背景にもちろんあって、まあ、ちょその少し後にあのまに、あ、どんどんインディー作品に特化したラップイベントが人気を博していくような流れがありました、まあ、本当に代表的なところだけなんですけどもここに載せているのは特に d j y a さんと d j クワイ t e s o さんによる、えー、今な亡き渋谷警部でのまあタイトこれです、ね、タイトってイベントですとか、まあ、あのイベント自体はまだ続いてるんですけど、うん 渋谷警部でやってたのはあの当時だけですね。で、えーとまあ、メリー・ジョイが主催する、まあ、新宿リキッドルーム、これももうなくなっちゃいましたけど、えー、リキッドルーム、これも移転してし,しまいましたけども、まあ、この新宿リキッドルームでのワールドフェイマス。まあ、こういったイベントには、まあ、思い入れの多い方があの非常に多いんじゃないかななんて思ってますね。で、ダースさんもあのこのイベント、トークの時におっしゃってましたけど、まあ、あのショーン・パフィ・コムズ。 いわゆるバッドボーイを率いてるあのるパフダディですね。パフダディ、ね、とあのカンパニフローに対する。ため張るぐらい人気があったと。ほとんどそのなんファンの間の評価があまり変わらないみたいな,な,そんな話をしてて、まあ、面白いなあと、ダースさんがおっしゃってたのは、そのこのまさにワールドフェイマス。これが、うん、あの2020年2月にあのカンパニフローが来日したときに、うんあの、ここ,こ,こでだから、 このイベントの中であの、えー、登場したんですけど、まあ、この日当日になんかそのダースさんは自分のイベントがあったらしいんですけれども <laughs>、でも、あとからそのこれをこのワールドフェマースを見てから帰ってきた人たちが <laughs> みんなこの,あの LP の話をしている、LP というのはカンパニフローの,の,のメインの MC ですねの話をしているなんて話をしてて、あのまあ、あの相当当時はやっぱり皆さんご関心が高かったのかななんていうのは間違いなくあると思いますよね。 まあ当時のなんか江賀市さんの話でそのワールドフェーマスっていうイベントを企画してたメリー・ジョイです、ね、アンダーグラウンドヒップホップのえっとコンピとかもリリースしてましたそ,、ね、そのメリー・ジョイがなんかその当時のアンダーグラウンドシーンをこのイベントで盛り上げただけではなくて今の,そのえっとヒップホップアーティストのリリースにえっとそのメリー・ジョイの人が関わってたりとか今の現行シーンともずっとつながってて。 でえっと、そのなんていうんですかね、えっと、ワールドフェーマスの、えっと、熱気じゃないです、なんていうんすか、熱量っていうのは、今のヒップホップにも続いてるっていうことを江ちゃん、江がいさんがおっしゃってましたねそうですね、だからあのまさにそのメリー・ジョイの肥、まあ、後さんなんですけど、肥、はい、後さんっていう方がずっと多分学生の頃とかからかな、もう始めてて、うん、日本にいろんな、特にあのウェストコースのアンダーグラウンドのアーティストですよね。はい を中心でタタグズブ・イムとかうん、うん、でその前は「トゥルーアンダーグラウンドヒップホップ」だったかなっていうなんかコンビ 2, 2つシリーズで出してたりとかしててやっぱり肥後さんが果たしたあれは貢献っていうのはものすごいと思いますしで今もそのあの当時はそういう海外のアーティストの作品買い付けてメリージョイで例えば何でしょう、まあ、メインソースの,あのベスト版出したりとか。 うん、OC の,あの国内版出したりとかしてたじゃないですか。はいうん、でその後そういうタグズ・オブ・ザ・タイムズとかで、あのまあ、向こうのアンダーグラウンドのアーティストの作品をま,まとめてコンピ出したりとかされて、で今はそれをまあ日本人のアーティストでやってるってうんだから、やっぱりそ,、うん、そこは多分か彼なりのシーンに対する貢献みたいなのは絶対あると思うんですよね。うん、だからそれこそ、江賀さんおっしゃってたようにレ、レックスとかユルファ・ギャングとか。 はいうん、そういったアーティストを未だに配信だに発信するっていうところで、まあ、そ,その貢献は大きいという、まあ、僕もその通りだと思いますね。うん、っていうところで、まあまあ、本当に簡単になりましたけども、えー、この2000年後半からあ、えー、1990年代後半から2000年前半ぐらいの、まあ、こういったインディーラップというのがものすごく盛り上がってた奇特な時期があるっていうのを最後に <laughs> <laughs> 示せてよかったかなと思ってます。うん でえっと、ちょっと僕の方のところは一段落、いっ休憩で、まあ、あのこの東京のインディラップシーンについてまあ簡単に振り返ったああは、まあ、かなあのワグナプロジェクト in 金沢ですから、えー、金沢の、えー、インディラップシーンについてもぜひ解説していただきたいと思います。でそれではここからは、あのまあ、本セッションの、えー、当日はです、ねまあ、ファシリテーターという形でお勤めいただいた、えー、こちら山口小一生さんの方にあにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。 はい。よろしくお願いします。じゃあ、ここからは私、えっと、孝一郎がお届けします。ますえっと、はい。よろしくお願いします。えっと、私は四半期、四半世紀以上か。ごめんなさい。四半世紀以上ヒップホップの魅力に取りつかれて、で、えっと、まあ、2000点を超えるプロモーショングッズとか、まあ、1万点を超えるヒップホップのレコードコレクションっていうのを、えっと、 まあ、主軸に、えー、とヒップホップ活動している、えっ、ー、と、小イチといいます。よろしくお願いします。で、また、イルテクニックスが取りまとめる、えっ、ー、と、パーティー、イーストポストリベンジャーズのクルーに所属して、で、パーティーであるイリシストランジ、もしくはルーズキャノンっていうところで DJ の方もさせていただいております。で本日はよろしくお願いします。はい、まず、金沢のインディーラップシーンの芽生えなんですけど、えっ、ー、と、ズールーネーションって、 まあ、ヒップホップ好きな人だったら誰でも聞いたことあると思うんですけどそのズールネーションの金沢支部じゃないですけど、まあ、金沢に、えっと、ズールネーション直営のクラブが、えっと、もうちょっと当時行ってたわけじゃないんで90年代初頭にあったようで,で実験店舗として建てられた、えっと、クラブらしいんですけど、まあ、それでもやっぱり金沢が選ばれてヒップホップの まあ一番有名な団体というか、えっと、クルーのズールネーションに選ばれてで、えっと、クラブをオープンする都市、クラブをオープンしていただけた都市っていう、まあ、そういうなんか金沢の、えっと、ヒップホップの始まりじゃないですけど、えっとそのまあ、金沢が、えっと、そこから、もうその時代からヒップホップについて、えっと、造形があったというか、えっと、深く関わってたっていうのがわかると思います。でこれが当時の メダリオンなんですけどでこれが、えっと、基本的にズールネーションのあ幹部の人がこうやって下げててこれがなんかクラブのフリーパスみたいになってたらしいんですけど、うん、でそのこれをつけてた人にうちの負傷の姉がちょっといるんですけどその姉が酔っ払ったらまあ大変なことになる人なんでその酔っ払いながら。うん ズールネーションの幹部の人にものすごい絡んでこれを奪い取ってうちに戦利品として持って帰ってきたっていうでその時に僕がもらって今もこうやってあるんですけどでこれがそのズールネーション金沢の、えー、っとクラブに来てたズールネーションメンバーから奪い取ったという姉が奪い取ったというメダオンを担いますでまあ、えー、っとズールネーションの話はそれぐらいにしてで金沢のインディーラップシーンを語る上で えっと、すごく大切なことっていうのがスケートシーンとのリンクっていうのがありましてで玉川公園っていうスケートボードのメッカがあったんですけどそのスケートボードのメッカの玉川公園でえっと、まえっと、ミスター誠く君とかリュウジとかあとマッサンといったスケーターたちが、ま、周囲よりいち早くアンダーグラウンドヒップホップに興味を示してでえっとまあ後の スケーターの間のアンダーグラウンドヒップホップブームっていうのを起こすきっかけになった人たちが、えっと、この玉川公園っていうストリートスケートのメッカでえっとで滑ってそして、えっと、スケートしながらヒップホップも楽しみながらっていうのでちょっと文化を、えっと、こうガチッと,、えっと基盤を作ってた時期になります。 で、この卵公園っていうのは結構、あの、路上生活者の人とかがいたりとか、えっ、ー、と、スケーターがいたりとか、まあ、スケーターも全裸、上裸で滑ってたりとか、結構治安の丸いくあの地域で、まあ、ブロックパーティーこそ行われていないはしなかったんですけど、なんかあの、ヒップホップのブロックパーティーに通じるような、なんかそのストリート感っていうのがすごいあった、えー、その公園でした。はい。 でそのミスターっていうのは、えっと、現在、キャスパーっていうスケートショップを、えっと、運営してて、で今でも、えっと、イベントに遊びに来て、えっと、くれたりとかもして、でスケートシーンと、えっとえー、ヒップホップシーンっていうのは、えっと、すごく密接になったきっかけっていう人の、えー、中の、えっと、重要人物の一人ではあります。でまた、キャスパーの方でナイキの SB とか、いろいろ販売してるんで、またチェックしてみてください。 でえー、っと、そんで、誠くんっていう、まあ、ミスターとかと一緒なクルーでえっと活動してた誠くんっていうのがいるんですけど、その誠くんっていうのは、ホットポットレコードっていうインターネットのインディーラップ専門店を、日本で割と最初期にえっと始めた人なんですよ。おそらくあの時代は、早々、まあ、片手で本当にあっても足りるぐらいのえっとウェブサイトしかなかったと。そのえっと アンダーグラウンドヒップホップをきちんと扱うウェブサイトっていうのはウェブショップっていうのは多分まあそんなになかったと思うんでその最初期の、うんえっと、アンダーグラウンドヒップホップ専門店を作った人が金沢出身っていうのも一つ面白いところだと思いますで、えっと、マッサンについても大阪の方に、えっと、行かれて大阪の方の、えっと、スケートシーンとアンダーグラウンドヒップホップシーンっていうところでずっと DJ で長く活動されてたりとか、まあ、金沢をこの 玉川公園を起点とした人たちが全国に散らばって、それぞれの活動してるっていうのも結構ちょっと面白い話だと思います。で、全員スケーターであったという。で、まあ、中でもそのリュウジっていうのが、えっ、ー、と、特別僕と同い年で、えっ、ー、と、スケボーもすごい上手くて、で、えっ、ー、と、アンダーグラウンドヒップホップにすごい精通してて、そのリュウジから結構僕はいろいろと知識を得てましたね。で、玉川公園の話は以上で。で、続いて、えっ、ー、と、アメリカに、えっ、ー、と、一時、えっ 住んでたヨシミツくんっていう DJ ヨシミツが金沢の方にえっと帰ってきてそれでイベントをやり始めたのもおそらくこの90年代半ばぐらいで私もそのジムに知り合いましてヨシミツくんっていうのはえっとクワイトスト DJ クワイエットストームとか DJ クラッシュさんとの交友があってでえっとまあそれぞれの2人も呼ばえっと金沢に呼んでイベントしたりとかして、え。っと アンダーグラウンドヒップホップシーンっていうのを金沢に一つ根付かせた重要人物の一人ではありますそして、えっと、私が所属するクルーの、えっと、代表として、えっと、曲をリリースしているイルテクニクスが主催するイリシストラウンジっていうイベントが、まあ、2000年ぐらいから始まりましてで、えっと、そこではアンダーグラウンドヒップホップというくくりで まあ、インディーラップがたくさんかかるというパーティーを、えっと、ここはこの時分から始めましてで、えっと、金沢の、えっと、独特なそのインディーラップに精通する人間がたくさん出てくるという一つの下地を作ったイベントで、まあ、このイベントがなければ金沢のアンダーグラウンドヒップホップシーンインディーラップシーンっていうのはできなかったと、えっと、断言できるイベントを主催したのがやっぱりイルテクニクスで。 やっぱりイルテクニクスが非常に金沢のキーパンソンとしては重要な重要なえっとグループになると思います。で、えー、っと、そんなところですね。あとまあさっきスケートの話ちょっとあったんですけど、スケートのえっとビデオ、スケートビデオのかかってる音楽っていうのが、まあ、90年代の中頃からやっぱりえっとヒップアンダーグラウンドヒップホップというかインディーラップのえっとレコードを使ったりとかすることが多くなって、スケーターの中で インディーラップが流行ったっていうのは、えっと、金沢に、えっと、そういうインディーラップ好きがたくさんいたっていう環境プラススケートビデオでインディーラップが、まあ、例えばカンパニー・グローのバイタル・ネルフとか使われてましたね、当時の。で、バイタル・ネルフとかもこういうスケートビデオでかかるっていうぐらい、えっとまあ、スケートの中でもミックステープっていう有名なビデオが出たりで、アンダーグラウンドヒップホップシーンとのつな、えっと、がりっていうのがすごく強くなった時期にあたるんで。 でそこからやっぱり金沢も、えっと、ヒップホップとスケートでアンダーグラウンドヒップホップシーンっていうのがすごくつながるようになったと思います。続いて、えー、っとだ次はレコード屋の話なんですけど、まあ、レコード屋たくさんもちろん当時からあったんですけど、一応一番代表的なレコード屋として、えっと、まずはレコードジャングル。でこれは、えっと今,えっと、今でも営業してて、 で金沢の観光名所である近江町市場の近くに、えー、と店舗があるんですけどそのレコードジャングルで、えー、と仕入れ担当してたのがヒップホップの仕入れ担当してたのが現エブリデイレコードの土井さんでそのエブリデイレコードは現在も、えー、と有松かな金沢の有松っていうところで営業してるのでまた金沢来た際は覗いてみてくださいでその土井さんっていうのが、えー、と無類のヒップホップ好きで でヒップホップのえっとシングルを結構インディーラップについてててすすごくたくくたたさんん仕入れててくれたんですよでその土井さんがいないとそこまで実際金沢でインディーラップのシングルを当時リアルタイムで買えなかったと思うので、まあ、そのエブリデイレコードの土井さんっていうのはレコードを通したアンダーグランドヒップホップインディーラップのシーンを作った重要な一人であると思います。 レコードジャングルっていうのは、インディーラップ中心にメジャーのレーベルのラップも、ラップのレコードも扱ってたんですけど、対して、えっと、インポート山地区っていうのは、主にメジャーのレーベルの作品を扱ってて、インディーラップはそこまで強くはなかったんですよ。で、なぜここに、えっと、インポート山地区の名前を出しているかというと、当時、インポート山地区で、 ミックステープと呼ばれる、まあ、今のミックステープとちょっとニュアンスが違うんですけど、あの有名 DJ が、えー、新しい新譜新,譜新,譜新しい曲を、えー、と自分でミックスして、でそれで、えー、と販売するっていう方法が当時取られてて、でそのミックスの中に、えー、と入ってる新、えー、と曲をチェックすることによって、新譜がチェックできると。今みたいなインターネットですぐに 新譜が出たあじゃあすぐに買おうっていうすぐにチェックしようってできるわけではなかったのでやっぱり、えっと、曲が出てるっていうのはどこで知るかっていうと雑誌とかもあったんですけどそういうミックステープとか、うん、あとは、えっと、ラジオショーっていうまあこっちで言う普通にラジオ、えっと、番組ですねでそういうのが、えっと、インディーラップ専門のチャンネルのラジオショーっていうのがありましてで主にカレッジラジオ まあ、金沢でいうと、金沢工業大学がやってるラジオ局みたいな、そういうカレッジラジオが、インディーラップを結構手厚く保護して、インディーラップだけをかけるチャンネルっていうのが、まあ、ボビート、ストレッチャーのボビートの、えー、とミックスショーっていうか、まあ、DJ プレミアのサンダーストームとかもそうですかね、サンダーストームは違うか。まあ、その辺の辺、えー 結構ラジオプログラムでインディーラップをかける、えー、プログラムってたくさんあったんですけどそれをそのままテープに落としてでそのテープをさらにダビングしたものがインポート山地区で売られてたんですよでミックステープ当時の新婦を集めたミックステープとともにラジオ番組を録音したそのブートテープですね、うん、まあその本当に1000円とか1500円ぐらいで,で売ってたんで、まあ、とんでもないチンピラみたいなラジオ番組をコピーしただけの。<laughs> どのテープを、まあ、1500円で売ってるんだから、まあ、チンピラ商売ですよね。まあ、そういうのがあったんですけど。<laughs> まあ、大体その、ストレッチアームストロンボービートショーです、ね。でではい、それと、さ、まあ、あっきおっしゃってたあのミックステープでいうと、まあ、あのテープキングズの一連のシリーズが、多分こちらには取り扱いがあったということですよね、うんあ。そうです、インポート山地区で全て取り扱いがありまして。それが多分同じですね、<で>東京とはい。 はい、でリアルタイムで東京で売ってたものもしくはまあリアルタイムで、えっと、アメリカニューヨークで販売されてたものが、えっと、同じ時期にインポート山地区で石川県で、えっと、買えたっていうのは大きかったと思いますでそこでまあ新風をラジオ番組とかでチェックしてでレコードを買いに行くというようなそういう流れがあったのでインポート山地区はインディーラップに 関しては、えっと、販売はそこでそれほどしてないもののやっぱシーンの形成っていうものシンプチェックという会話にはなってたんで、えっと、非常に、えっと、大切なお店でした。そして、えっと、金沢のレコード屋だけがじゃあ、えっと、そのインディーラップについて取り扱いが強かったのかというとそうでもなくて意外と林形の福井県であったりとか 富山市ののレコードについても個人の店で結構インディーラップっってていうのが売ってたんですよで、まあその辺も人たちも多分買ってたとは思うんですけどいまあ、未だにでもシーンとして残ってるのはまあ金沢だけなのかなとは思うんですけど結構福井とか富山のレコード金沢の人間が買い,つ買い漁って買い尽くしたみたいなインディーラップは、まあ、そういうなんかイメージがあるんで。<laughs> な <laughs> なかなか全部金沢に集約されたとは思うんですけど、うん、あ,あとはえー、っとまあジャングルの話なんですけどねまあよたば、まあ、つまらない話なんですけどジャングルの店長の中村さんっていう方がヒップホップが大嫌いでなんかとにかくスクラッチでレコードを傷つけるっていうのがもう信じられない <laughs> お前らは頭がおかしいみたいな感じでねで当時 あの当然レコード2枚使いしたくて2枚買いしようと思って在庫を確かめると「なんだお前俺のオレンジの俺の店の在庫確かめてんのか?」みたいな感じでブチギレられてね「ただ2枚欲しいだけなのに」っていうね「やけど2枚欲しいです」っていう意味で「2枚在庫ありますか?」って聞いたら「在庫を調べてんのかこの野郎」みたいな感じですごい怒られるっていうね謎の。<laughs> 謎の現象が起きてましたけど、まあ、今ではすごい優しくて、全然ヒップホップにも <laughs> あのしっかり <laughs> あの向き合ってくれてますけど、次にクラブシーンに行きましょうか。はいはい、で金沢の、えー、とヒップホップシーンを支えたクラブっていうので、えー、ともちろん、えー、とたくさんのクラブが金沢にもあって、えー、とできては潰れ、できては潰れあったんですけど、代表的なもので、えー、とこの3店舗。 をやらさせてて、いいただいてで、えっと、マニールに関しては、えー、っと和尚という、まあ、名物店長がいてでその和尚っていうのが金沢の、えー、っとシーンをすごくヒップホップシーンを支えてくれた一人で,で、えー、っと金沢のメジャーシーンというか、えー、っとそのオーバーグラウンドって言ったらなんか言葉おかしいですけどを長年支えてきたケづズ・クラウっていう、えー、っとグループの達郎、うん っていいうやつがいるんですけどその達郎と、えー、ともにこのマニールでメジャーのヒップホップがかかるシーンっていうのを形成してくれてでそのシーンがあったからその達郎が作ったシーンがあったからこそ、えー、と僕らのクルーであるイル・テクニクスっていうのが、えー、としっかりまたアンダーグラウンドシーンっていうのをしっかり育成できたっていう先ほどのジェネクションさんのお話通りやっぱり、えー、と表裏一体というか 表のシーンがあって、裏のシーンもあるっていう形で、でそのどち,らをどちらのシーンも支えてたのが、この金沢のマニールの和尚であったとうん、うん、いうことで、で、えー、っと、まあ、その今、えー、っとお伝えした達郎っていう、継続ランの達郎なんですけど、また、えー、っと週末営業のヒップホップバーっていうのを、公林坊にオープンする、金沢のまあ中心地にある公林坊にオープンで。 トリルっていう店を2022年の今年の春ぐらいにはえっ、ー、と営業開始すると思うので、またヒップホップ好きの人はえっ、ー、と地元の人でもえっ、ー、と旅行で来た方でも高林坊トリルっていうのを調べてまた行ってみてください。いいですね。あのそのおしさんも来ていただいてましたもんね、はい、当日は。あそうです。おしも来ていただいてはいありがとうございます。もう、まあ、本当におしょはみんなに好かれてでえっ、ー、と次のページのイベントの 内容についても、うん、で、えっと、金沢でライブを行ったアーティスト一覧っていうので、まあ、これは、えっと、私が DJ させていただいた、えっとえっと、アメリカのアーティストだけを抽出したんですけど、まあ、これ以外にも来てる方はおられるんですけど、まあ、僕が関わったイベントっていう、僕が出させていただいた、出演させていただいたイベントっていうだけでも、これだけの、えっと、アーティストがいて <laughs>、まあ、他の都市ではなかなか地方都市では、 なかなかできないメンツやと思うんで。で、このメンツの中でも DJ プレミア、ピートロック、ファイブディーズを呼んだえっ、ー、とイベントを主催したのはえっ、ー、とアイマートのイムっていうね。あ、ごめ、うんなさい。えっとまたそのえっ、ー、と保証の話ごめんなさい。一旦ちょっと置いといて。はい。でえっ、ー、と DJ プレミアとかえっ、ー、とピートロック、ファイブディーズっていうのをえっ、ー、とイベントを主催してくれた。 アイマートのイムっていうのもいまして、でアイマートっていうのはアパレルショップで今でも営業してるんですけど、はい、まあ僕の今日着てる服も全部アイマートで買ってるんですけど、また金沢の、えっと、b ボーイのファッションっていうのもね、えっと、スニーカーが b ボーイは大事とよく言うんですけど、スニーカーショップになるんで、まあ、スニーカー、いろいろみんなそこで買ったりとかもして、でシーンも下支えしてくれて、でミックステープの取り扱いとか、えっとまあ、えー、っと、 なんですかねえっと地元のインディーリリースのものを結構取り扱ってくれたりも、うん、服飾専門店なんですけどそれでも取り扱ってくれて支えてくれた一人でもあって、うん、でえっとまあ、そういう店もありましたですいませんちょっと前後したんですけどえっとその 先ほどお伝えしたマニールの和尚については、えっと、ここに書いてある、まあ、大半ですねもう本当にビズマーキーマーリーマールダイヤモンド D からロード・フィネスから AG からもう,もうここに書いてある3分の2ぐらいのアーティストはその和尚が、えっとまあ、クラブとしてイベントを受けてくれてそして実現したっていうイベントになるので,で、まあ、結構もう全国で熱いヒップホップの都市はと言われれば金沢の名前があって。 この頃は結構上がるよようになってきたんですよ、うん、でその原因っていうか、えー、っと要因になってるのは和尚が手掛けたこのイベントたちに、まあ、ガイタレがたくさん来るっていうのでヒップホップが「金沢めちゃくちゃ熱いじゃん」っていう言われるようになったので、まあ、和尚が、えー、っとその作ったシーンっていうのはねフリースタイルラップシーンとかいろいろたくさん彼が、えー、っと手掛けてきたシーンは、えー、っとその金沢の「 対外的な評価っていうのの、えっと、そういうなんか下地になってると思うので、まあ、金沢のヒップホップシーンでインディーラップシーンには、えっと、非常に欠かせなかった人物としてマニールのオショっていうのはあいますね。はい、で続いてすいませんで、えっと、これはちょっと僕が、えっと、金沢で割と流行ったというかみんなに受けが良かった曲を、えっと、無作為に 4枚選ばさせていただいた、えっと、インディーラップのシングルですね、シングルスですね。うん、で、えっと、まず1枚目から、エル・スウィフトの How It's Going Down っていう。で、ま、この曲は、えっと、ま、金沢で先ほどスケートシーンのところで紹介した、えっと、リュウジという DJ がいち早く、ま、この曲に反応して、で、ヘビーローテーションしてた思い出の1曲で。うん、で、金沢では、えっと、エル・スウィフトの How It's Going Down だったんですが、 全国的にはこのの後にに出たた oo リリっってていう方がまあ流行ってたんですよ、はいはい、で全国的にはその、まあ、東京とか m r ー o o d o o のリリカルタクティクスが結構人気だったと思うんですけどやっぱ金沢ではこちらの「ハウイツゴインダンで B 面の「チェックダスタイルも」も、まあ、この辺も結構人気でよくかかってたんでまあなんかその金沢らしいなという曲でこの曲が選びました。<laughs> ブードゥはあれですよね、プレミアとか使ってたんで、やっぱり。あ、そうですね、はいっ、えっと。有名なブルックリン、クルックリンカッツか、クルックリンカッツで、社員とか入れてたんで、そういうことで、まあ。そっちの人気もあったです。ミスターブードゥが金沢にはあんまり入ってこなかったんですよ。え、でも、東京でもそんな数ないと思うんですよ、あれ。ああ、やっぱそうなんですか。すか僕、実際名古屋で通販して取り寄せたぐらいで。うんでしょうね。はい、地元では、もう本当、ほんと1枚、2枚ぐらいしか入らなかったんじゃないかと思うんですけど。あれ、高いですよ、ずっと。 そうですすよよね、ね。ずっと人気です、ね、そんな使ってないんじゃないですか、ね、だからよどあの、よっぽどコアな人以外は、リアルタイムでは持ってなかったと思うんですまあ、僕のイメージと違うかもしれないですけど、<laughs> みんな持ってたよって言われるかもしれないですけどね。<laughs> いや、その分ですね、たぶん、こっち、日本では下北君が使ったとか、なんかそんんんなななででで流行ったんじゃないいすすかかね。ね。だぶちょっと、その2回目の羽根があったのは、はい、誰かがミックス入れたからだったと思うんで。 まあ企業さんとかね、あの辺の当時よく、はい、使ってたあの辺の人たちが使ったかもしれないですね。うんはい、で続いて DIF Productions の「スキンズっていう曲なんですけど、えっと、こちらは、えっと、ボソンの「トリートポ t o っていうえっていうコンピレーションからのカットなんですけど、うん、このボストンのシングルが、ボストンでまあリリースされたインディーラップのシングルが、金沢でほぼほぼリアルタイムで変えたっていう、まあ、この前年に出たパンチ。 マインドレスっていう曲あ、アウターフリップかっていう曲も普通にやっぱりシンプルで入ってたみたいなんで、はい、で私も普通にレコヤで95年ぐらいに普通にか変えたんですよ。ああそうなので、ボストンの、まあ、インディーラップのレコードがほぼほぼリアルタイムで、まあ、日本の1階の地方都市である金沢で変えたっていうのは、<laughs> まあちょっと結構異常ですよね、今考えても。まあ言ってもボストンはヒッホップ中心地ではないんで。 そうですよねやっぱり飛び抜けた人は江戸おとかあの辺ぐらいですからね、グールがいますけど、でもグルール活動してたのはほとんどとあのニューヨークなんで、ニューヨークですよね、うん、だからやっぱりそうですね、おっしゃる通り、すごいなと思いますね、うん、ああ本当にインターネットもない時代に、まあ、本当、謎の現象なんですけど、そういうボストンのイ、えー、ンディーラップシングルが、まあにえー、っとに金沢でも、えー、っと実際、リアルタイムで変えてで、まあ、この曲は特別やっぱキャッチやったんで、スケーターにすごい人気で。 スケーターのイベントではよくかかってましたねうん、うん、そういうとこ大きいですよねはいで続いて、えっと、メジャーストレスの「モアモア」についてでこの曲はサラームレミが手がけたというかまあサラームレミのレーベル、まあ、自身のレーベルノーフサイドが出てるんですけどそのサラームレミっていうメジャーのアーティストが手がけたインディーラップのシングルとしては本当に爆発的な人気を誇ってで、まあ、全国的に人気あったかもしれないですけど金沢でもまあ特別に人気ありましたね まあこれは本当クラブバンガーでいろんなイベントでかかるというか、うん、まあ約束された曲ではありましたけどでもそれでもまあよくそうやって、うん、なんでしょう、うん、ちゃんとじ重要な曲として位置づけられるってうのはすごいなって思うんですねまあもちろんあのメジャーシーンというか、えっと、一般的なクラブイベントでは、うん、えっとサラムレミといえば当時、えっと、フージーズのフージーラーのリミックスでノースサイドリミックスであったりとか あとは、ブラックシープの w i t h o u t ウ d o u b t がよくかかってましたね。あれもサラム・レムの名曲で。プラス、ブッシュ・ベイビーズの RememberMe もあれもそうでしたし、でその、まあえっと、メジャーの作品と混在,し混在というか一緒によくこのメジャーストレースーの More&More More もかかってましたね,そうですね。その頃だからやっぱりその辺曖昧で別にインディーとかで分けて誰もかけてないし聞いてないですよね。 普通に DJ プレミアもインディーでプロデュースとかもしてましたしね。そ,でねでその曲もよくわかってましたからね。で続いて Don't Stress Tomorrow っていうのでフィンスーバンディのシングルなんですけど、まあえー、と金沢はちょっと,、えー、と天気のあまりいい日が少ないというので、ほぼほぼ曇りか雨の日が連日続いて、まあ、特に冬場なんてほとんど晴れる日がないんですよ。 でどうしてもやっぱり晴れ,が晴れ,が、えっと、晴れ間が出ないと、まあ、脳のセロトニンの分泌があまり活発に起こらない行われないんでなかなかちょっとうつうつとした状態になってしまうんでそのうつうつとした状態の時にこういうインディーラップを聴いてしまうっていうのがね <laughs> でこういうキンスタバンディなんてもう全サニーサイドとか、ま、めちゃくちゃ暗いですからね、うん、暗い暗い暗いですね で、サニーサイド、で、実際サニーサイドもあの普通に、あの、金沢のレコエで買えましたねサニーサイドってあの、フィールズハイの B 面でしたっけ、えー、違ういや、違う、あれはえっと、フーアムアイでしたっけあ,あそう、そうです、ねあ。フーアイそうです。フーアイーか。フーアイビーの B 面かな、ああフィールズハイは。で、まあ、もちろんフーアイビーも入ってましたし、まあこの辺の一連のテープキングスもののレコードっていうのは、金沢にも当時、普通に入ってましたね。 この曲も結構、えー、の A 面 B 面ともに、えー、と好かれて、まあ、先ほど伝えたあの「リュウ二」っていうのは、えーとうん、ここでもこの「B 面のフィール・ザ・ハイ」パート2っていうのがすごい彼のお気に入りでよくクラブでかけてた記憶があります。でねこの「ウ二」っていうのはねすごいなんか先見の銘があるというか、えー、とあのインディー時代の。 またロッカーブロックのインディー時代の JG とか、うん、もう即そのインディー、ペイデイに後に買い取られて、ペイデイからリ再リリースされる前の状態の時に、もうあの目つけて、こいつやばいよって教えてくれたりしてましたからね。あと、ターマノロジーも、ファーストシングルの時にはもうすぐに、ターマノロジー、こいつ今来るよみたいな。あと、エミネムもそうですね、エミネムも結構早い段階でチェックしてて、あこいつは。 こいつはやばいよって教えてくれるんですけどもいつもなんかその教えてくれるやつが割と後になんか大ヒットを飛ばすアーティストになったりとか、うん、あんまり表には出てこない人間でしたけどその龍二がえっといたから金沢のインディーラップシーンっていうのはすごくなんかえっと格式が上がったというか、うん、まあなんかあのレベルが一つ上がったのは龍二のおかげじゃないかとは思いますねまあそういう人物が一人いました。 が続けてはい、はい、でえっとホンドレームですねえっとまあ先ほどもお伝えしたカレッジラジオのラジオプログラムでストレッチアームストロングボビートのラジオショーっていうのが、えっと、すごくインディーラップをかけるプログラムとしては非常に人気でうん、うん、でここ日本でもそのブートテープを聞いた人がたくさんいたと思うんですけどそのボ,ディボビートが、えっと、主催をしたレーベルがホンドレームで でまあえー、っとここのシングルはもう列挙してるときりがないんで、まあ、ざっと見てもらえばいいと思うんですけど、MFDOOM <laughs>、ねまあのファーストシングル、まあ、KMT を解散というか、まあ、消滅してで、その後でソロになった時のファーストシングルっていうのは、フォ、うん、ンドルームから出てますし、でまた、ゴッドファーザードンとクールとースのえー、っと二の2人のプロジェクトであるセノバイツもえー、っともここからファースト EP が出てます。でそして、えーっと 右下のジェイトレッツの「Make It Happen」って曲、まあ、これも名曲で,で98年名曲ですねでこれが金沢の、えっとまあ、全国的に言うとツタヤみたいな店があるんですよで金沢のツタヤみたいな店でグルーブっていう店があったんですけどでそこで、えっと、普通にこの新婦が並んでましたねだからレンタル <laughs> レンタルに来る普通の一般のお客さんとかもめちゃくちゃいるような店でこのジェイトレッツがホンドレームのレコードが普通に えっと棚今そのまあ要はな,な,なんかわかんないですけど嵐とか <laughs> あの辺に <laughs> あの辺が並んでるような棚の近くにこのメイクいたジェイトレーズのレコードがあったりとかでちょっとなんか異常な事態が起きてましたね。いや金沢のシーンが盛り上がったせいでそうなったのかもともと全国的にそういう傾向だったのかはからないですけど松田屋みたいなところで。 えー、インディラップのシングルが変えたというそんな時代でしたね。でえー、と続いて、えー、と地元の、えー、とアーティストのインディーラップシングルですね。でまず一番左のサランド・オブ・シー・メジャーっていうで、えー、とこちらは先ほどお伝えしたあの DJ し・ヨシミツ。DJ ・ヨシミツがプロデュースしたシングルで、まあ、アブストラクト・ヒップホップっていうような ちょっとニュアンスの、えー、とちょっと変わったなトラックの打ち込みのトラック,打ち込みのトラックを、えー、と使った曲なんですけどでよしみつくんについては、えー、とクワイエットストームと2人で結構イベントも何回もやって金沢でやっててで、えー、とそこでは、まあ、インディーラップのシングルにか限らず、えー、こういうアブストラクトの、えー、とヒップホップシングルっていうのも結構使ったりしてアブストラクトヒップホップシーンっていうのもよしみつくんによって。 インディーアップとともにね形成されて、うん、でその一つの結晶っていうのがこのシングルやと思うので、まあ、結構重要なシングルだとは思いますで続いてえっ、ー、と真ん中と右のえっ、ー、とイルテクニクスによるえっ、ー、と2枚のシングルですねこれはまあ何枚かシングルは出してるんですけど最初期の2枚になりますで一番真ん中のえっ、ー、と <laughs> センテンスオブデスっていうののこの B 面に「フィリットって曲があるんですけどでこの曲は イルテクニックスメンバーのエンブリオがえっが、と、実際、えー、カレッジラジオにこのレコードをプレスした後送りましてでそのエクリプスのカレッジラジオなんですけど <laughs>、うん、でノンフィクションのエクリプスのカレッジラジオの番組で,でこの B 面のフィルイットが実際流れたとで結構地元ではその流れたっていうラジオの えっと、音源っていうのを、まあ、インターネットで拾ってで、えっと、みんなで聞いて大興奮ししてましたね僕らは本当にあのニューヨークのラジオショーで育ったと言っても過言ではないのでそのラジオショーで自分らが、えっと、一緒にイベントをしていたアーティストが、まあ、そのアーティストのレコードがかかるっていうのはやっぱりなんか感慨深いものがありましたね。 そうそうすごいなんか僕のヒップホップの中でも思い出のなんかすごい1ページとしてはまあ強く印象に残ってるなんかそのシーンですね。行動しないとまずやってくれないしでそれをちゃんとかけてくれるっていうのがまあ嬉しいですよね。いや素晴らしいですね <laughs> でもなかなか自分レコードプレスしたからって言ってニューヨークのラジオ局に送ろうと思わないですよ。 だってプロモでも何でもないですからね、正義のプロですからね,すね。ただただ送ってかけてもらおうっていう、いまあそれ実際かかりましたからね、すごいですよね。嬉しいと思いますよ、今だったら m p ーとかで送ってくるやつがいると思うんですよ。ああはい、でもそういうのじゃなくちゃんとバンド送ってきて,て。バンド送ってきてですからね。はい,いや、すごいですね。いや、すばらしい。まあ、まあ、本当にイルテクスニックスは、あの、まあ、金沢の、えっと、ヒップホップシーンを形成したっていうほか、 えっと全国的にもまあ人気のあるグループでデブラージあのイルマティック・ブッダー m c ズのブッダのデブラージさんと非常にえっと交流も深くよくイルテクニクスのえっとことを気にかけてデブラージさんもいろいろカナに来てくれたりもしてたんで,でそのデブラージさんのえっと亡くなった時に追悼のイベントでハスラーズ・コンベンションっていうのがあったんですけどそのハスラーズ・コンベンションでも えっと、ブッダブランドっていう鳥ですね。で、ブッダブランドの、えっと、その一つ前のアクトとして、えっと、イルテクニックスがステージ,テージを務めたので、で実際そのブ,ブッダブランドの直前にライブするっていうぐらい、えっとまあ、その関係者のプロップも、まあ、全国的なプロップもあったんじゃない、プロップスもあったんじゃないかと思います。 えとインディーラップシーンについては、えー、とひとまず区切りをつけさせていただいて、で、この後は、えー、とまたジェネラクションさんに戻したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごくあの本来これだけでね、一日中多分お話できるようなところをかなりまとめていただいて、ありがとうございます。いやあの僕ももそうやってて傾聴してるだけでも まあかなりあの何でしょう濃い, <laughs> 濃いあのコミュニティがちゃんと醸成されて今に至るっていうのが本当に伝わって最近特にこういうヒップホップ系のイベントってここ10年ぐらいでどんどん減ってるんですけど、うん、まあそれがちゃんとまだに継承されててあの形としてでしかも二次世紀美術館であの発表できるほどの濃いものがあるっていう,のう、ね、やっぱりそこはあの本当に金沢ならではだと思います本当にありがとうございますあごちそうありがとうございます。 ではじゃあここでちょっとあの、すごくこの後に話すのもあれなんですけど、まあ、簡単にあの先ほどお伝えした、まあ、インターネット移行というところをあのまた私、ジェラクションの方にあの戻ってお送りさせていただければと思います。かなりあのこの前はあの東京、金沢といったリージョン別の,あのヒップホップの盛り上がりについてお話しさせていただいたんですけれども、まあ、もう一つ実はインターネットというのはあのかなりインディーラップと。 親和性が高いというか、発展の費用に相当貢献してますので、まあ、これについてちょっと解説したいなで、当日あの、実はこの辺、かなり飛ばして喋ってたんですけど、もうちょっとなんかあの、あのせっかくアーカイブ化するんで、ちょっと僕の知ってる雑知識、トリビア的なところも含めて入れさせていただければと思いますね。はい、インターネットの普及。 1997って書いてるんですけど、まあ、あまりここはあの重要じゃないですねで。90年代半ばというところで振り返させていただこうかなと思います、えーと。インターネット以前のネット、ユーズネットということで掲示させていただいてます。ます、あ。これはかなりイメージになるんですけれども、まあ、インターネットが一般的に普及し始めたのは、まあ、Windows95 が発表された19 1995年、まあ、後半ですねからになると思うんですけれども、 まあ実際に加速的に普及していくのは、まあ、回,線が回線状況です、ね、が改善する、記事6、7年だったと思います。それは日本でも同じですね。でしかし、あの一部のユーザーは、このインターネット時代と言われるものの、以前から、まあ、ネットを活用していたりしました。もう私なんかも実は使ってたりしたんですけれども、まあ、中でも代表的なのは、あのこちらのニュースネット、またはニュースグループと呼ばれる、まあ、掲示板の原型のようなサービスで。 まあ日本でいうと、80年代からありましたけれども、あのパソコン通信というようなサービスに近いですね、えー、まあこういったすごい簡素な、なんかこをこクリックするとテキストファイル的なのが開いて、それをサーバー間でやり取りするみたいな、詳しいことは僕もわからないんですけど、こういったものがあの実はあってで、このサービス自体は、先ほどお伝えした通り、実は80年代からあったというところで。まあ インターネットの原型というのはそ,のそれぐらい前からある実はあったりするんですね。で、でこの95年というのにはまあヒップホップ独自のドメイン、こちらですね、rec.music.hiphop というのが登場しています。で、まあ、ネットとラップがかなり、あのー、接近したのがまあこの95年だったのかななんていうのはイメージとして強いですね。 でユーズネットを最初に活用したアーティストと知られるのが、えー、アンチコンの創設者のソウルという人物ですね。で彼はです、ね、あのメイン州ポートランドというところの出身で、自分たちのクルライブポイツというのでも、まあ、多分前半90年代前半ぐらいから活動してるんですけれども、あのまあ、残念なことに、ポートランドというのはアメリカ北東部の港町なんですね。で、まあ、有名なのはロブスターなんですけれども、<laughs> あの本当にもうカナダに近いようなところにある。 えー、北東部の都市なんですねだからここにヒップホップのイメージはまず全くないと思うんですね皆さん、うん、あの古きよきニューイングランドの地方で、まあ、イメージするのはロブスター、まあ、そこでお察しいただければと思うんですけれども、うん、あそういった地域ですでそんな地域で活動してた彼ですから、まあ、インターネットというのはもう必要不可欠だったんだと思います、うん、えとなので、まあ、彼はこのレック .music.hiphop の まあもう10人でしたね。で、ここで自分のミックステープを販売したりとか、あのー、してました。で、それがですね、多分95か6にはもう自分であのミックステープ売ってたりしました、うんあの。結構早かったと思います、ネットでやるのでは。で、その後もあのも自分のインターネットラジオサイトの truehiphop.com というのをあの創設したりするなど、まあ、ラップの黎明期から、ラップのネット黎明期からですね、 あのネットを中心に活動してたっていうところで、まあ、結構あの初期の、まあ、重要な人物で、ここでちょっとあの実は今、あのこの rec.music.hip-hop っていうのはあの Google グループスというののアーカイブ機能で、まあ、一応当時の読むことはできたりするんですけれども、まあ、そこでもあの調べてみいただければ、あの彼の、えー、記録が残ってたりもしますね。で、でこの t ーヒッ h i p h o p c o m っていうのがまあ 結構、まあ、インターネットなんでいろんな人が目にする機会があって、彼がそれなりに知名度を得ていくんですね、その後それはあのまだアンチコンという形になる前の話なんですけど、結構これ知らない方いたりすると思うんですけど。うん、で、えっ、ー、と、まあ、彼とインターネットを結びつける、まあ、重要な事件として、カンパニーフローとのネットビーフっていうのがあります。で、あのー、カンパニーフローのですねあの、エンドトゥエンドバーナーズっていう、まあ グラフィティ参加の曲があるんですね。ニューヨークのグラフィティをちょっと叩いたようなあの、アルバムに入ってないんですけど、あの98年に出てるかな。で、まあ、これの中にちょっとインターネットをディスするラインがあったんですけど、ね、このラインをなんかかソウルは自分への対するディスだと思い込んだんですね。で、それで DILP という曲をあの作って、まあ、それをまずインターネットに公開したんですよ。で、それに対して今度はあの、 カンパニーフロー側もあの、えーと、リンダ・トリップっていう曲で、なんかソウルがあのイントロですごいや、<laughs> 謝罪する、なんか録音が入ってるので、やり返したりとか、で、その2つとも、まあ、後々あのプレスされたりとかもしてるんですけど、もともとはそのインターネット上で98人そういうやり取りをしてるんですね。うん、98、9、うん。で、あの、まあ、なんかその、この2組のディスっていうのは、多分おそらくまあ、最初のインターネットビーフじゃないかななんて言われてる。うん 事件が、まあ、そういったのが <laughs> あったりなんかもしました。ちょっとでまあこのソウルと黎明期のヒップホップというのは、かなり切っても切り離せない、あの結構重要なところかななんていうところですね。で、で90年代後半から末にかけては、多くのヒップホップサイトだったり、フォーラムが登場してます。で中でも最初期に、ストリームでの楽曲視聴ができた、このサンドボックスオートマティックというところですね。 この通販サイトは、本当に多くのラップファンの生活を一変させましたね、特に都市部以外の、まあ、私なんかも含めてあの、ニューヨークとか LA とか、そういったところにあの在住していない方でもあの、かなり生活が一変したと思ってます。で、まあ、こういったサイトの登場のおかげで、まあ、本当にレコード屋に行かなくても、まあ、いろんなインディー作品というのを手に取ることが本当にできるようになりました。 他にももっとマイナーな、なんかそういう、本当にマイナーなものばっかり扱ってるサイトとかもあるんですけど、まあ、今回この,あの象徴的な、えーまあ、サンドボックスオートマティックとか、アンダーグランドヒップホップドットコム、まあ、こういったところとか、まあ、ヒップホップサイトドットコム、アクセスヒップ、まあ、あとヒップホップインフィニティとかですね。まあ、こういったところは、まああの、かなりお世話になった方がいらっしゃると思うので、あのまあ、覚えていら,いらっしゃる方も多いのかななんて思ったりもしてますね。 でまあ、この辺のことはちょっとあの、まあ、実は私が書いた本の中でも書いてたり、一部触れてたりするので、あの全部モーラー的にはしてないんですけれども、まあ、もしご興味ある方はあの読んでいただければなとなんて思ってますね。であのまあ、ちなみになんですけど、その流れで、あの2000年代は日本でもあのインディーラップがとても人気になったって、先ほど、あの90年代のなんでしょう、レコードブームの流れで、あのその子、<laughs> あのメリー・ジョイが流行ったりとかそういった話をしたんですけど、うんまあ、その中で流れで、まあ、ちょっとそのレコードブームの頃とまた毛色が少し変わったりはしたんですがこの2000年代っていうのもまたあの結構あのインディ・ラップが流行った時期ではありますよね、うん、日本国内でもそういったところでに、まあ、あの日本国内で、まあ、インディ・ラップを取り扱っていた主なショックっていうのを、まあ 私が覚えている限り <laughs> あのまり、あ、ちょっとこれも東京中心になってしまうてで、さっき小池郎さんがおっしゃってたようなところはちょっと網羅できてないんですけれども、まあ、本当に簡単にあのご紹介できればなと思いますね。で特に2001年頃からだったと思うんですけれども、あの営業開始したふまさんという方が運営する、プットエモン・ゼ・マップ、ここですね。これはあの、まあ、自主サイトの中で、あの独自のリビューなんかも自分で書いてる、かなり充実したオンラインサイトでした、これですね。 で、なんかメーリングリスト形式であの商品購入できるみたいな、そういう感じでしたね。で、えー、っと、この put-ems-on-the-map と、まあ、この w e n o トっていう、ここはですね、まあ、おそらくオンラインでインディー作品が購入できた、まあ、二大巨頭だったと思います。で、特に w e n o トに関しては、このエビスにも実店舗があって、はい、あの、まあ、店舗の方でも利用されてた方多いと思いますね。で、 まあ先ほどあの90年代半ばの1ン日ブームでご紹介したまあ宇田川町周辺でいったら、ここに載せているまあギネスレコーズ。これ、あれですけどね、ヌジャベスのやっていたところではあるんですけど、こういったギネスレコーズだったりとか、あとはあの辺で強かったのは何だろうな、ミスター・ボンゴとかねもありましたね、渋谷界隈に。とか、そういったところが、ま、あ 強かかったかな,なんてであとまあそのほかちょっとあのきわも系でいうときわもって怒られちゃいますがあの大海山というところにあったアイハイアグラウンドとかまあこれとかですねまああと本当にあのなんでっていうところなんですが秋葉原にあった山際ソフトっていうののこれの 2階だったかな、なんかがヒップホップがイヤーキに充実しているコーナーがあるっていうあの、ちょっと変わった、多分バイヤーの好みなんでしょうね。あの <laughs> こわ詳しいことは僕は分からないんですけど、そういう、あのなんかインディーラップを充実してるところがあって、先ほどのツタヤの話にもちょっと通じますけど、金沢でもサンディスクっていう、はい、その金沢工業大学の通りにある、もう本当、なんか高、その大学生を相手にしてるような、たえもない CD ショップで。 なんか急にその j f o r c e とか Mr.Boodoo みたいなインディーラップのシングルが急に売られてたりとかすることが一瞬だけだったんですけどあ、えー、後からいろいろ調べてみるとそこの店員の人がたまたま一人ヒップホップ好きなやつがいてとかで <laughs> あでも突発的にそういうの起きますよね。 絶対そうです。多分ジェ J ・トレッツはもしかしたらあのタグゾブ・ザ・タイムズであ、ジェ J ・ J トレッツじゃなくてジェ J ・フォースのホースはマリー・マールのジェ J ・フォースあのブルーズアイの人ですよねはいそうですそうですそうでそうの、はい、シングルセカンドシングルがああいや入ってたりとかあ分かんないですねそれに関しては <laughs> どうやって入ったのかなは <laughs> いやっぱりなんか当時そういうなんか CD ショップとかでもその仕入れ担当の人に寄り切りでいきなりヒップホップが 濃く扱い出したりとかやこういうそういうので、まあ、いろんなこういう僕も思い出のあるあのもう今はなき <laughs> あのショップが中心なんですけど <laughs> とか、まあ、あとはまあ We のドはまだ残ってますね多分オンラインだけどあとはディスクイニオンさんとか、まあ、これもあの、まあ、東京近郊にいろんなお店があって、まあ、当時だったら、うん、あの上野とか えとまあ、ちょっと変わ,変わったところにお店があったりもしましたし、うんえー、そうですね、まあ、郊外型のお店なんかも僕、結構行ってて、例えば、淵延店とかあの、本当に駅から遠くて、な,な,なんか本当にあのなんでしょう、16号沿いにあるんですけど、変わったお店ですとか、<laughs> あの結構と、あのディスュユニオンさんも、なんかこういう店舗ごとの特色があったりとかして。うん 結構いろんなところ行ったりもしてました。面白い思い出になってますね。というところで、まあ、日本でもこんなあのところがいろいろそういう情報を発信してた時代があったというところですね。まあ、この辺は本当あの、当時いろんな、なんでしょう、詳しい人もいますし、経験した人も多いと思いますね。本当に簡単になりましたけど、でここからちょっと時代がちょっと動いちゃうんですけれども、はい。ミックステップの発達というところで。 ラップにはミックステープと呼ばれる文化があります。先ほど小一上さんがあのお話しいただいたテープ、本当に初期はテープだったんですね、ミックステープと言われるから。はい、それがだんだんとのいろいろ様相が変わってきて、まあ、かつては DJ があの他人の楽曲をよどみなくつなぎ合わせたもの、それを録音したものがあのミックステープと呼ばれて、でうん、フォーマットはテープだった。 ですそれがだんだんともう2000年まあ90年代からも多少色あのその動きはありましたけどまあだんだん2000年代ぐらいからあのフォーマットは CD になったりとか、うん、であのデータなでだけになったりとか、うん、で、まあ、2000年代前半ぐらいにはもう本当にその通称としてのミックステープが、まあ、DJ ミックスじゃなくてあの、うん、もうストリートアルバムのような形で機能するましたね、うん、まあファンクマスターフレックスとかあの辺もそうです、うん、DJ クルーとか、うん なんかそういう、なんかショーー作品になりましたよね。うんうん、アーティストの。ドゥーアップもそうかな。結構早かったです。うん、ドゥーアップとか。それこそ、西海岸でいったら、あの、なんでしょう、DJ クイックとかもそうだし、うん、なんかどんどん、あれですよね。もうなんかストリートアルバムになってきますよね。うん。エクスクルーシブものの曲が入ってたりとかして。で、まあつまり、なんかいわゆるミッ,ミックシン、つないでいない、 あの音源がもうミックステープと言われるようになっ, <laughs> っている。というところで、特にあのこの、まあ、一応重大な事件として言われるのは2007年の1月に、まあ、サウスシーンの大御所の DJ ドラマという人がいて、まあ、あのいろんなサウスのメジャーアーティストとあのミックステープ作っている人なんですけど、著作権侵害の疑いで一回逮捕されるんですね。でそうういった経緯があるともう、ね、2007年後半にはもう インターネットでミックステープがもう無料で公式に配布されるような状況になりましたと。うん、まあ著作権法に逃れるために、プロモーションのツールとして使うから、ただでいいということで配り込んでます。で、まあ、根本的にもそもそもその当時って本当にパッケージが売れない時代で、うん、まあ違法に販売するよりはあの無料で配布して、宣伝効果を狙ったっていうことがあるんですけども。うんうん でまあ、じでその後十 10, 10年代ですね、2010年代には、まあ、シングル曲なんかも、もはや発売するんじゃなくて、うん、もう本当はアルバムのプロモーション用として、まあ、サウンドクラウド、ここに書いてあるサウンドクラウドだったり、YouTube だったりにアップされて、まあ、そういうクラウドサイト上にアップされて、まあ、無料でまあストリーミング視聴できるっていうのは当たり前になりましたね。で、アルバムも発売日にはもう、このサウンドクラウドだったり、YouTube だったりに、まるまる上がってるような。 なんか状況で、もう主張っていうのは誰でもできる状況になったと思うんですよね。うん、で、あの先ほどお伝えした通り、パッケージが売れない時代だったっていうのも多分あると思うんですけど、で、でただこの売れないっていうね、この, <laughs> あの音楽無料化の背景には、音楽とイフォダウンロードとの長年の戦いが実はあったりします。うん、で,で、これはあの当時あの、何でしたっけ 21世紀美術館では全く触れてないんですけど、これかなり大事なとこなんで、いっちゃいますが、まあ、先ほどのスライドであの90年代末のネットサイトの,あの盛り上がりについてあの示しましたけども、ほぼ時代を同じくして、まあ、ピアツーピアと呼ばれるあの技術を使用したファイル共有サイトの歴史が、うん、アンダーグラウンドではあの始まっていました。 で、まあ本当にあえてスライドでは記載してないんですけれども、まあ当時インターネットを活用してインディラップというのを追っていた方で、まあ例えば最高んのナップスターですとか、まあライムワイヤーとか、カザーとか、うん、ソウルスイーク、まあこういった名前を聞いたことがないと言ったら正直嘘になるような気がするんですね <laughs> あの。使っていたかどうかは別として、多分聞いたことはあるはずなんですよ。で、あの、 まあ、ミックステップについてはこうやっていろんなところであの言及されたりするんですけれども、その著作権法との絡みとかで、グレーゾーンというところで。で,だけですけど、まあ、ラップ関係の話で、この手の,あの違法ダウンロードの話っていうのは、あまり語られることがない印象なんですね。うんまあ、ただ、良くも悪くもこのファイル共有ソフトというのが、あのまあ、インディラップというものの市場拡大に窮した面っていうのは、まあ、少なからずあるので、まあ、グレーな色が強かった当時の,あのヒップホップというのの,の 象徴する出来事として、まあ、ちょっと最後に付け加えさせていただきました。というところですね。まあ、あと、ヒ、まあヒポップレ a 記に欠かすことができなかったフォーマットである12日シングルですね。これまでいろいろご紹介いただいた12日シングルも、まあ、かつては、ね、プロモーション用にあのラジオ局に配布したりとかして、使ってもらってたりしたっていう時,時代があったわけですけども、まあ、あのプロモーションがまあオンラインが中心になったので、まあ、ラップ用にプレスされていた12日シングルっていうののの、まあ、ちょっと価値が低下して、 うん、まあ結果としてまあ2000年でも前半ぐらいからですよね、徐々にあのラップのプロモーションツールとしてのなんか12インチていうのは、大体もうああのまあ終わりに近づいていったりだとか、後半には完全に終わったかななんて僕は思ってるんですけど、うん、まあオールドファンにはすごい寂しい状況ではありますけどね、うん、っていうようなあの背景があったりもしました。結構この辺はあんまり言わない方が多いんですけど。あの あの多分使ってる方多かったと思います本当に。<laughs> で、ストリーミングサービスの普及ということで、2016年から。えー、っと、そうですね、やっと現代まで戻ってきました。2016年に Apple Inc が定額購買型のまあ有料ストリーミングサービス、Apple Music というのを提供を開始しました。 で全米レコード協会の RIAA、ね、の調査によると、この16年に米国のストリーミングの売上高は音楽市場全体の51.4%。ねうん、初めてあの物理メディア、だから CD だったり、えー、とレコードだったり、まあ、カセットもあるかな、カセット、でプラスあとダウンロード販売、うん、こういったあのそうあの額を超えたんですよね、この2016年に、ストリーミングだけで。 で、あのー、この定期公開型のまあサービスの普及によって、特に翌17年ごろから音楽市場っていうのは本当に変わりましたね。もうな、なんでしょう、ダウンロードすらしないで、スマホで聞く時代になりましたもんね。うん、そうですね。もう今までそのパソコンに落としてたっていう作業があったはずなんですけど、それをまあ僕もほぼほぼ、ここの2、3年はやってないですから。 やっぱりあの iTunes に入れまくってた時代があったんですけども、はい、あんまりやらなくても大体ストリーミングで,で本当に欲しいものだけフィジカルで買うみたいな、うん、最近そういう生活になっちゃいましたねでまあ無料の,あの例えば無料の作品だ,だってあのダウンロード配布したってあの まあ、プレイリストっていうのがあるわけじゃないですか、この Apple Music とか Spotify とかっていうのは。うん、<laughs> で、そういう流れでクリックすれば聴けるようなものの方が利便性が高いんで、うん、そういうサイトに上がっていない、そのダウンロードだけできるようなミックステップみたいなのが今あっても、多分全然流通乗らないんですよ。うん、だから結局そういうパイ箱の中にあのそういうものを上げていかないと、あの結局、うん、あの取り扱ってもらえないなんていう。 だから無料だって聞いてもらえないっていうすごい時代に入ったななんて思ってますけれどもであの特にあの今ではあのメジャーレーベルと契約を結ぶというよりは、まあ、SNS を通じたあの独自の販売戦略で反応を広げるアーティストがあの増加したって最後に書いてますけれども,もうなんかあんまりメジャーでいるメリットもよく分かんないような状況になってきてますよね。 そうですねインディーラップの話すると結構90年代とか2000年代初頭の話が多くなるのって実際その今現代になるともう全員インディーでいいじゃんっていう自分らで SNS で発信できて売れるし別にメジャーレーベルである必要なんかないじゃんっていうまあなんかそのメジャーとインディーの境目がもうなくなってきてる状態なんで結構インディーラップに話を絞ると。 昔話多くなってしまうのはそのせうですねもう完全にまあでもそれはあの例えばアンダーグラウンドって話をしても同じような結果になる気がしてもうインターネットにのいろいろ載ってるのにアンダーグラウンドも何もねえだろうみたいな状況にあるのも,るのも事実だし本当になんかそのいなんでしょう,う売れる前にあの本当に例えば再生数20001000回もいかないようなあの、うん、タイミングだったアーティストを 一時的にアンダーグラウンドっていうアンダーグラウンドにもなるじゃないですか。はい。だからなんかもうどんどんそういうあの今までの簡単なその区切りっていうのができなくなってきた状況にはありますよね。そうですね。まあ、ちょっと言いつつ、まあこういった一応ヒップホップ内でもいろんな盛り上がりがあって、うん、90年代前半にはそういうアンダーグラウンドヒップホップみたいなものの、アンダーグラウンドじゃないですか、ごめんなさい、インディーヒップホップみたいなもののなんか芽生えみたいなのがあって、うん、でそれがまあ90年代後半から2000年代にはすごく盛り上がって、 であの、まあ、そのあ後は境がまたよくわからないような状況になったり、かなんか混ざり合ったり、いろんな形でまあ出てきたり消えたりみたいなのを繰り返しているっていうような感じですよね。うん、っていうのがあって、まあまあ、こういったところを一応、一通り流れであの説明できれば、なんかそのまとまりかななんて思って最後にこうやって言いさせていただいていですね。まあ ぜひまあこういったストリーミングも,なんかも活用していただいて、いろんな曲を探していただいて、あの先ほど、小一郎さんが青春の曲というような形でかけていただいたようなのも、<laughs> もしかしたらあのなんでしょう、遡っていければ見つかると思います。あるかもしれないですからねなんでいろんな可能性がある時代なんで、あのいろいろ、別にリアルタイムがだから偉いとか、偉くないとかそういう話をしてるわけじゃないんですもんね、僕ら。うん あのやっぱりそういったのをいろんな振り返って聞ける時代でもあるのでぜひ、まあ、こういったサービスも活用して、うん、あの大体皆さん音楽好きな方ならどれかしらのサービス入ってると思うのでいろいろ聴いていただきたいなっていうのでまとめさせていただきましたというところであの一応本題は以上で,で、はい、あのここからせっかくなのであのインディラップの最盛期ですね、まあ、90年代後半から 0000年代初頭にかけて活躍したアーティストについてあのフォーカスしてみたいと思います。で、まあ、こちらの、あの実は、小一郎さんの方に選んでいただいたアーティストなんですけど、はいで、このグループについて最後にお話しさせていただきましょう。はい。ノンフィクション。はい。こちらですね。はい。ノンフィクションというのは、まあ、MC のイルビィル、えーえー、ゴアテックス、サバクレットと、あと DJ エクリプスからなる4人組ヒップホップグループです。先ほど、のイ一郎さんがあの おっっしゃってたイル・テクニクスがあのレコードを送ったのはまさにこの d j e e k プ i p s に送ったっていうところですね90年代にまあ MC サーチの自主レーベル、サーチライトからまあシングルを何枚か出して、その後ゲフィンだったりマッタドールなんていうまあ大手のレーベルと契約したんですけれども、まあ、結局、レーベルを解雇というような形になったり、であのその引っ張ってきたサーチと決別したりなんかで、不幸なことが続いて、まあ、アルバムの発表までにかなり時間がかかったグループっていうようなイメージですね。うん あ元気さん当時の, <laughs> あの当時のポスター <laughs> ちょっとごめんなさい、ちゃんと映ってるかわかんないですけど、ここにロングアウェイティって書いてあるのわかりますそうですね、はい。待ち望まれたっていうので、いかにこのアルバムが延期に次ぐ延期で、みんなに待ち望まれてたっていうのが、この当時のポスターでも書いてあるんで、よくわかると思います。そうですね、それで、あのその、Future is Now というのがデビュー作なんですけど、それの前にどれだけシングル、 出しててたかっていうのと、はい、年,月年月を見てほしいってところですね。うんうん、1>, 1枚目だって96年ですからね。96年です。はい。で、この頃からそのサーチのレベルとか、あとはまあファットビーツっていうところとかからまあこうやって出してたしたんですが、結局、何でしょう、それが形になるのがだいぶ後になったっていうのは。ちなみになんですけど、このノンフィクションのファーストシングルの、はい、えっとファットビーツ配給の レガシーなんですけど B 面の「ノートモロ」っていう曲が結構もう暗くて、はい、な,な,なんとも本当に地メとした曲なんですけど <laughs>、うん、それが割と金沢には受けがよくて、うん、でこの曲なぜか好きな人が多くてでクラブでもかかってしまうという結構何回かかかってたのを目撃してるんでなんかあんまり他の地方とかじゃかからない曲じゃないかなと思うんでね。 なんかこの曲もなんか僕の中で金沢クラシックの一つですね。<laughs> 多分あの映えるとしたらあのちょっとスネアが詰まってるこの当時の感じの音はまあ、確かにクラブでは映えそうですけど <laughs> 別に盛り上がる曲ではないかな,いな <laughs> 盛り上がりはしないですけどね <laughs> ただでもイントロのスネア連打とかで結構うわってなってるやつもいましたけどね。<laughs> ああ,いうあののの辺の何でしょう カーンっていう、あの、感じのスネアとか、やっぱり、あの、クラブだと確かに乗れる縦のみのいい感じ、ね、首振りやすいですからね。はい。まあ、ただ、結局、そういう、まあど、独自性があるっていうのは思います正直。<laughs> <laughs> はい。で、まあ、このファイブボローズ。まあ、これがでも結構、と当時はミックステップとかいろんなところに入ってたイメージですねあ、そうです。2枚使いで結構入る曲やったんで。そうですね。で、DV、アラやスクライストとか。あれ、ね、あいつもフックで参加してて。 はいはい。あの歌もキャッチーやったんで。そうですね。はい。で、あのリミックス版も出たりしましたね。あ、そうです。プロモだけで。はい。で、まあ、その後、まあ、アイショット・レイガンとか。で、これ B 面に Refuse to lose っていうのは入ってたんですけど、ごめんなさい、ちゃんと入れてないですね。まあ、僕はあっちの方が好きでしたね、実は B 面の。うん。とか。で、あとは、これも結構変なビートで流行ったのが Black Helicopters。はい。 ドゥン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 ドゥルルンドゥンってね、ユノマチエレジーを <laughs> 使ってにに日本人のね、レコードサンプルしてで。<laughs> あれなんかも別にかっこいいとは正直思わなかったんですけどね、僕。まあまあ、クラブでかかってるのも聞いたことないですからね、実際。家で。そうそうなんか際物を聞くみたいな感じで楽しむものでしたね。<laughs> 結構僕はノンフィクションはどちらかというとヘッドフォンリスニングのイメージが強くて。だから逆に言うと、その <laughs> クラブでかかってると体がすごいなって思うんすよ。<laughs> <laughs> というところですかねで、えー、とでこの先ほどのノンフィクションっていうのの,の、まあ、結構重要な人でネクロっていう人がいて、まあ、こ,れこれはの、ね、ノンフィクションのメンバーイルビルの,あの弟なんですけども、まあ、彼が結構プロデューサー,ーとして参加してたりするんですね、えー、さっきのこのこの辺のなんかも結構ネクロがやってるんですけどもで、まあ、ネクロなんか彼も結構早めに97年ぐらいからこうやってあの曲作ってたりとかして で、まあ、こういったイルビルと一緒にあの作品出してありまして、で、このサイコロジカルレコーズって自分のレベルから出したりなんかもしてましたね。僕はこの、特にアンダーグラウンドっていうのが大好きだったんですけれども、話、あ、どうぞどうぞ、はい。実際、あの、ネクロもノンフィクションのメンバーやったんですよね、昔。っていう話、まあでもあの、その辺って人によってちょっと言うこと変わったん、ね、あ、違うんですね。なんか僕も、うん、なんかちらっと聞いて、あ、そうやったんやっていうの知らなくて。 ただ僕が見た資料によると、一応オリジナルメンバーだったようですが、サーチと全然仲悪くて、あの全然活動自体はしてないって書いてありましたね。うん、ああ、なるほど。だからあの、なんか、まあ、ネクロってちょっと独特な人なので,、うん、で、結構エログロなラップばっかりするので、ちょっとああ合わなかったかもしれないですね、あのサーチとは。はい。 なんかいろいろそういうのがあったりして。まあ、だ僕はどちらかというと、ノンフィクション本人もそうですけど、ネクロはずっと好きでしたね、このデビューシングルから。うん、はい。っていうところで、まあ、こんなね、アニメのこの、これ何なんだろう、<laughs> なんかその PC98 かなんかのゲームだと思うんですけど、僕も <laughs> 調べたんですよ、一回。わ<あ>かんなかったですね、これ、これな、何なのか、これが。何でしょうね。で、左の、あの、ポックローチーはゴキブリですからね。そう、ちょ,ちょっと、ちょっと変な人で、まあ、 あの歌詞も相当ぶっ飛んでるんですけど、まあ、こういう人がいたっていうところですね。うんはい、であ、ついに来ました。Future is Now、はい。っていう感じですね。はい。2002年、度重なる延期の末にって書いてありますね。うん、まあ、ゲフィン・マタドールって先ほどお伝えした、まあ、まあ、マタドールはなんか微妙なんですよね。あのインディーっていう人もいれば、でもほぼメジャーレベルみたいなもんだと思うんですけど、うん、あのゲフィン・マタドールとのまあ契約会除を経て、 2002年にあの自主レベルアンクルをーホからで。配給が、えー、とランドスピードから出てる、まあ、インディー界のカルトクラシックですね。で、まあ、この、えー、とジャケットのこの,あのボイボードっていうようなメタルのバンドがいるんですけど、ま,あ、このま,まんまですね、ま,まんま持ちたロゴだったり、このイラストっていうのはあのミアワンっていう人の、まあ、そこの世紀末感ジャケットなんかが。 あのまあ、独特の,その陰謀論的な歌詞世界にまあ彩りを与えていると。だからこういうのとか見ると、多分僕はおそらく、あのー、90年代末 ?99 年の世紀末に。とかに出したかったんじゃないかなっていうイメージはありますよね。うん、で、豪華プロデューサー人ということで、まあ、ちょっとあの、あのー、なんでしょう、かなり。 っってては来てるんでですが、まあ、こういった形であのメンバーだけ見るとむっちゃ豪華っていうねあのあ、プレミアがいるビートナッツ、ラージプロ、ピートロック、まあ、90年代半ばの3大プロデューサーって言われてたプレミア、ピートロック、ラージプロがまあいるっていうところです、ねはい <laughs> で。ビートナッツとかまあそ,それなりのメンバーもいて、T、LA ・ r a イとか。 であのお抱えのネクロもいるというよな、まあ、かなりあの <laughs> 気合入った <laughs> あの夫人で作ってたっていうのなんかこのアルバムで、うん、T ・ー a y がプロデュースしてる曲ってリミックスで、なんかちょっとロックっぽいような曲調のリミックスになるんですけどはい、はい、T ・ー a y 自身は93年ぐらいかなに、ね、ジャッジメントナイトっていうロックとかメタルバンドのアーティストとヒップホップのアーティストを 掛け合わせててアルバム1枚リリースしたっていうなんか企画ものの、まあ、総合プロデュースみたいなのも務めててでその頃から、まあ、ロックヒップホップじゃないですけど、まあ、そういう掛け渡しの存在になった一人が、えっと、ここでもまたそのロックっぽいようなリミックスを仕上げてるっていうのは結構面白い話だと思いますね。 そうですね、あのそれううこそ次に紹介するこの、うんえー、The CIA is trying to kill me のリミックスが入ってたりとか、えここで、まあ、この、えー、アイコニックシングルカットというので入れてるんですけども、この Future is Now からのカットになった、WA、うん、サイド版っていうので、まあ、特に象徴的なタイトルだったかななんて思ってるんで、まあ、入れさせていただいてるんですけど、だって A 面のこのロックスターズっていうのは、 まあ、DJ プレミアプロデュースで、まあ、ファンキーなリフトこのなんかギターストラミングの曲で、まあ、あとメンバーが全員ラップしてるっていうので、まあ、結構ビデオなんかも人気だったと思うんですよね。DJ プレミア本人も登場して。はい、とかであのこの B 面のこっちはネクロですかねの、まあ、すごいハードなバイオリンのですか疾走感のあるトラックの曲でこれはほとんどあのイルビルが。 あのまあ、自分の得意の,なんかその陰謀説的なあの路線のバトルラインでずっとやっていくんですけども、まあ、中でも僕がやっぱりこのちょっとこの日本語訳入れさせていただいたところですね。うん、あの例えば、Jesus Christ was a gangster rapper, they killed him, then he came back and made a platinum album というラインがあるんですけど、ここを、まあ、訳している通りなんですけど、まあ、要するに、まあ、イエス・キリストは貼り付けになってあの、まあ、聖書の話ですね。 ボーンアゲインして、復活して、うんまあ、キリスト教っていう、まあ、最高のコマーシャルヒットをそあのく飛ばしたってことを、まあ、言,わ言わんとしてるわけなんですけどね、このラインは結構パンチラインとして、結構耳に残るかななんていうので、当時、結構影響を受けましたけどね、はい、ジェネクションさん、あの辞書でもあのあの、インディラップアーカイブでも、このこと引用されてますよねそうですね、まあ、やっぱ頭が入りますよね。<laughs> アンタイゲームでしたけどまあどちらかで正直の方でもはい、はいはい、まあなんか忘れられないですよねあのうまいこと言うなっていうの <laughs> この曲 <laughs> この曲ってなんか音的にもなんかノンフィクションらしいというか一番ノンフィクションっぽい曲やと僕は思うんですけどなんか曲自体も、うん、やっぱり僕正直ネクロプロダクションの方が合ってる気がするんですよまあまあそうですよね やっぱり、あのー、もちろん、豪華プロデューサーの、あのー、ドラッグミュージックとか、あのーうん、ラージプロの、うん、ああいうのもかっこいいと思うんですけど、うん、なんかやっぱ合ってるなと思うのはやっぱり僕、ネクロの「SayGoodbye toYesterday」とか大好きなんでうん、うん、なんかわかんないんですけどね、まあ、やっぱりなんか思い込みなんでしょうねでも僕の求めてたものがたまたまそれだったと思 <laughs> <laughs> もちろん僕、正直ねプロデューサーとしてはだって、うん、ラージプロとかプレミアとかもちろん大好きなんで。 な,なんかわかんない、その <laughs>、あるんでしょうね。<laughs> そうですね、ノンフィクションのアルバム内では、やっぱネクロの作ったトラックとか、<laughs> イルビルがかかってやつとかの方が、よく聞こえますからね。うんな,まあ、なんかそういったのがあって、まあ、僕なんかはやっぱり、えー、っと、アルバムの中のいわゆるシングルカットっていうと、まあ、これがイメージ深いですかね、うん、あとの先行シングルがやっぱ多いんで、うんうん、っていうところかな、っていうところで。 で最後にトリビアを少しまとめましたね。まあ、あの本当に、えー、まあネクロといえばさっきあのノンフあ、ね、ノンフィクションといえばあのさっきお伝えしたとおり、あのボイボードのロゴとか、あのさっきあの言い,迷し言い迷しましたが、ラージ・プロフェッサーがプロデュースしているあのドラッグ・ミュージックという曲では、ね、ブラック・サーバスなんかのことを言及したりとかしておるので、でまああのまあ、もちろんさっきおつあの小池さんがおっしゃってたように、もうまさにそれですよね。T-Ray の,の CI is trying to kill me. のリミックスバージョン <laughs> とかもうなんかもう本当になんかにメタルの,あの影響が強いですよね。うん、で、まあ、実はまあ何を隠そう彼らのメインであるこのイルビル・ネクロっていう兄弟はもともとバンドマンであったと。であの <laughs> インジャスティスっていうメタルバンドをまあ組んでて80年代半ばにはデモ版を作ってたりとかあとはあのラモアっていうまあブルックリンの,あの有名ななんでしょう えっとライブハウスがあるんですけど、うん、まあそこであのセパラチュアっていう、まあ、結構これも有名なあのメタルのアーティストなんですけど、それの前座をやってたりとか、もともとかなりあのバンドの影響が強かった人がラップもや,やり始めたみたいなところがあったりしますよね。インジャスティスっていう、はい、ジェネアクションさん的にはこのなんかグループ名ってどうなんですか<あ> <laughs> いやだからその<構>あ悪魔法あなるほど。 悪魔崇拝主義のカウンターみたいな形でだからデスメタルとかそっち系のなんかもともとあれよでこういうタイトルにしてるんですよねあなるほどそういうことなんですね結構あいつらそういうの好きじゃないですかはいなんかイルミナティとかああいうのもそうだし、はい、羊のねあのサ,サタンのなんか <laughs> あのみたいなジャケットかぶり物みたいな,、はい、なそういうのも多分全部そういうので影響されてると,まとか、まあ、あのまあ相当メタルに入れ込んだ であとそれこそあのイルビルの曲で「あのえー、ホワイト・ウンガー」っていう曲があるんですけど「まあ、ウンガー」っていうのは N ワードなんですけど、うんはい、そのイルビルのホ「ホワイト・ウンガー」っていう曲の中で、まあ、子供の頃にその実際メタルにすごい入れ込んだ経緯なんかも語ってたりするんですよ。うん、だから、まあ、そ,うそういったのも聞いていただければ、まあ、ここどういった背景でこいつたちが出てきてるかっていうのはちょっと分かるかななんて。いうところです、ねうん で,で、うん面白いことは、でも、この2人はデビュー前から、例えば、さっきおっしゃってたような、あのえー、ストレッチボビートのラジオとか、まあ、そういったカレッジラジオでフリ,、うん、フリースタイルバトルに参加してたりしてたので、まあ、地元ブルックリンのグループ、あのブラックムーンのフグタプロプスの,あのビデオにメを参加してるとか。<laughs> あれ、よっぽどなんかストップボタン、一時停止をして探さないとわからないぐらいでしたよね。分かんなかったです。僕、だから、イルビルはある程度早めに分かったんですけど、 俺、ネクロがずっとどうだか分かんなくて、もう何回もコマ送りして、あこれかなみたいな、いまだにでも、<laughs> あれが本当にネクロかどうか確証はないんですけど、なんか結構はくそんな感じですよね。<笑><笑>っていう感じですかねで、まあ。で、あとはまあ、面白いのは、まあ、えー、とゴアテックスっていう人は、まあ、イルビルのなんか地元の友人だったらしいんですね。うん、ですけども、まあ,あの、その他のサバクレットとかエクリプスっていうのの2人は、実はあの MC サーチが、 引っ,張ってきた2人でどちらもあのワイルドピッチで結構見習いをしてた人たちなんですね。うん、だからあのどちらかというと裏方なんですね、そもそもは、この2人っていうのは。で、エクリプスはワイルドピッチでリミックス、リミキサーとしても活躍してましたよね。ね N 対数、N 体数は違ったかな。まあ、N 対数とか OC のボーン・トゥ・リブの,あのリミックスとかやってますね。なんかなあの時は僕が聞いた話だとあの、そういうプロモーション関係の。 あのまあ、いわゆる A&R 的なことをやってたみたいですね。うん、で、えー、とその後あの、えー、と、彼は壊れて、この下に書いちゃったんですけど、ファットビーツというのに映ってるんですよ。うん、えとここはあの、の DJ の、なんてったっけな、ジャブさんだったかな、って方が始めたレコーディアさんなんですけど、もともとは。はい、で、その後あと、エクリプスが入ってきて、で、あの彼はマネジメントとして入ってきて、このレ,あのレコーディアに。 うんうん、で結構あのその2人であの盛り上げていって、まあ、そのあたりこの中に入れてるこの「パッドビーツ・アンオラル・ヒストリー」こことか読んでいただければ出てたりするんですけどっていうので結構何でしょうねあの意外とエクリプスさんとかはもともと業界から入ってきてる人っていうところですね。うんうん、で えーとでその後イルビルなんかも入ってあのファットビースのお店に立ってたなんていう <laughs> 背景がある。だからすごいファットビースと違うあファットビースと近いグループなんですよね。うんうん、でファットビースっていうのは当時ニューヨークでまあかなり、あのー、なんでしょう中心になっていたレコード屋さんであり、うん、後にレーベルになったところで、うん、まあインディーラップっていうのを語る上ではまあ欠かすことのできない。 レ、あのー、レコードやレーベルではありますよねだから日本のそれこそシスコ、うん、マンハッタンみたいな感じの雰囲気があって、うん、実際、あのファットビーツはあの日本にも当時80あじゃあ、90、多分6、7年ぐらいに、あのー、原宿に店舗ができて、うん、その系列店ができてで、その後渋谷に移転したはずなんですけど、名前を変えて確か。だからあの、うん、ファットビーツの支店が日本にあったっていうのも、まあ面白い話ではある。うん、この このような話も確か当時、だあの当時か、当日ダースさんと話したような気がしますはい。うん、いや、だからそうなんですよね。そのまあ、象徴的なアーティストということで、今回あの取り上げられているのにふさわしいアーティストで、本当にありがとうございます。選んでいただいた。はい,い。っていうところですかね。で、あの、まあ、先ほどちょっと、その、参加アーティスト、あ、参加プロデューサーがむっちゃ豪華だよね、みたいな話をしたじゃないですか。うん っていうところで、あのまあ、その他の豪華プロデュースアルバムといえばっていうので、これも一緒におおおふたあの相談して入れたと思うんですけど、よくナズのイルマティックはみんな言うんですが、いや、それ前にいっぱい重要なの実はあるよっていうので入れてるんです,あるですよね。はい、<laughs> まあ多分特にまあブルーファンクあたりからなんかすごい人がいるなみたいなのがやっぱあって、で、小泉さんにそういえば教えていただいて、思い出したんですけど、そういえばダイ,ダイアングスターズもすごかったなと思って。 であのこうやって入れてで、まあ、パッと思いついたのは、まあ、あとランディ・ムシーのね、うん、ダウン・ウィザキン、これもなんかすごかったですね。うん、なんかこういうのがあったりとかで、でもこれ、こういうメジャー作品に負けてないぐらいの人たちが、あのそうですね、一堂に集結して、アルバム作り,<や>作り上げたわけですからね。いるっていう、ちょっとラージプロもしかしたらあの、投影上は欠けてるかもしれないですけど、<あ>こんな人たちがいたよっていう。 いいいやすすごいすごい作品で99年か2000年に作られもし完成されたとした,、うん、としたらもうその2000年ぐらいにはこの豪華プロデューサーが集まるアルバムをインディーで作れてるっていうそれほどインディーラップっていうのが大きくなったっていうか、まあ、言葉はちょっとおかしいかもしれないですけど、まあ、本当にインディーラップの象徴的アルバムっていうのはそういう面からも「フェイチャイズ・ナウ」は言えますよね。 そうですね、あれだけの、まあもしかしたらその多少、原、まあ、品はちょっと早すぎるんで、もしかしたら、あのまたドール時代に、ああ、あそうかそう、ある,ある程度お金も出、ねまあ、してるかもっていう。うん、まあ、西田ってでも実際出したのは、インディーから出して。すぐ消えましたしね、あ2002年に出たって言いますけど、うん、あのすぐにレア版になりましたからね。うん、で、2004年に再発して、でもその後もまたずっと廃盤で。うん 結構だからそんなになんて言うんですかはあのもちろんコアなファンは絶対抑えてる作品ではあるんですけど、うん、意外と市場にはそんなに出回ってない作品ではありますよね。うん。っていうところは。そうですね。うん、案外、確かにレコード持ってる人そこまで多くはなかったかもしれないですね。当時、僕はだからレコードで買ってないですからね、あの1枚目。あ、CD で当時は最初 CD であのデジパックだったやつを買って、うんで、2004年に2枚組で再発されたんですよ、CD が。プラチナムエディション。 でもその時も買ったのは CD で、で、ちょっと経ってから僕、レコードで買い直したんですよ、オリジナル。うんうん、で、その後3枚組の LP 出たじゃないですか。はいあれは、そうです。あれはまあもう家宝ですよね。<laughs> そうですね。<laughs> って感じですね。だから僕なんかはやっぱ2000年代前半は結構 CD でアルバムを買ってたりしたのが多かったですね。あと、うん、から買い直したりなんかしてますよ。無駄なことしてますよ。<laughs> <laughs> っていうところですね。っていうので。 であと、まぁ、ちょっと最後にアペンデックスってことであの入れてるんですけど、まあ2002年にどんなのその辺、その他インディー作品だったかなっていうので、まあ、うん、人気なところっていうのをこうやってパッと入れてるだけなんですけど、うん、まあねえあの、エーゾプロックのデイライトとか、まあそうですね、この中で言ったら、でも j ライブなんかも結構流行ったかな、日本でも。はい、流行りましたね。うん。あ,あとは、まあまあ LP もそうか、そうかね、うん、って感じですかね。まあ まあこのなんか僕なんかは特にこの中で言うと、ミスター・リフのアイ・ファントムなんかがすげえ大好きで、よく聞いてたんですけど、ここいったのが2002年には一応出てましたっていう,うところで、メジャーなやつ、インディーだけど、中でもメジャーなやつを一応、チューシスして入れてますね。米国だとあのポップヒットでどんなのがあっか、ちょっとここ間違ってますね、ごめんなさい。リルリ・ルロンになってますけど、これリル・ジョンですね。<laughs> あんまり思い入れがないから打ち間違えたかもしれないですけど、<笑><笑>まあ、いいんですけど、まあ、2002年で、ね、どんなの流行ってたかなっていうので、このうん、特にネリーの,あのネリービルから出た、ね、ホールインヒアとあのディエンマっていう、この2つは結構流行って、うん、で2001年ぐらいにもう、あのゃあもうネリーってあのその前の,あのカントリーグラマーの時からむっちゃあのクラブヒットとかしてて、は<っ>もういろんなところでかかってて、一つ、何でしたっけ なあのすごいあのクラブ漫画があってその、ねね、あのカントリーグラマーから出てるやつで,でそれがも2001年とか、まあ、2年ぐらいでも全然かかってたんですけどクラブででも、まあ、ホッティンヒアーが出て、まあ、このホッティンヒアーがもう,もう爆発的ヒットうん、うん、でディレンマはあのなんでしょうあのケリー・ローランドだったかなケ、うん、リー・ローランドです、はい、なんでしょうちょちょそういうしっとり系の曲なんで、うん、どちらかというと僕のイメージはラジオとかヘッドホンリスニングあ。はい、はい なんかラジオっぽいでもまあとにかくこれもまあ人気で、うん、このネリービルっていうのはまあ、まあ、2002年って言ったら大体の人はそうでしょっていう <laughs> であとクリップスのねあのあのグラインディンとかねこ,これもまあ相当流行ったと思います、うん、でリル・ジョンのゲッド・ローとか <laughs> でスタイルズ、P ・ピーあでねこの最後にスタイルズ・ピー入れてるんですけどこれは言うほど流行ってはいない気がするんですが、うん、あの例えばホットナインティ・セブンとかにそのニューヨークのラジオでは、うん ももううこのグッドタイムがもうかかりままくってましたね当時僕いた時なんかもかかっててでや,やっぱりこのなんでしょうちょっと地域性もあると思うんですよだからあの全米で売れてるとかっていうとまあネリーとかになるんでしょうけどあのやっぱりニューヨークで2002年って言ったら僕のやっぱイメージ印象深いのはやっぱりこの「グッドタイムズ e s a イ、うん、っていう曲ででラジオだと「a げ e h じゃなくて「a げ e b にやってたんですけど <laughs> あのまあ、当時ありますよね、そういうクリーンバージョンみたいなので、リリーク変えたりとか。で、うん、でだからで、しかも当時難しいのは、クラブヒットとかって別に2000年の曲だけじゃなくて、2001年の曲も流行ってたりとかもしてたんですけど。はいうん、で、あともう、もうこのあとちょっといけば、あのもう、フィフティーセントのインダクラブが2月とかに出てるんで、2003年の。まあ、本当、うん、い2001、2、3ぐらいのヒットって、なんかあんまり、なんでしょう。ずなんか 遅いとかそういう感じはあまりなかったですけどね。なんか、まうん、混ざってかかってた感じですよね、2003年ぐらいそうですね、はい。うん、っていうのがあのポップヒットであったっていうことで、で、ねにね、日,本日本のヒップポップヒットは何でしょうっていうので、最後入れたんですけど、まあ多分、まあこ,この辺をヒップホップって言っていいのかなとか、いろんな。あの <laughs>、まあ 一部の人に怒られそうなんですけど、まあ、例えばド,、うん、ドラゴンアッシュのね、ライフ・ゴー・ゾーンなんてこれラップなのとか言われそうなんですけど、まあ、<laughs> 一応ミクスチャーとして多分あの相当人気だったんですよね。であと、リップスライムのこの学園ベイベー、キック,ザカンクスル・キックザ・カンクルー・マルシェとかね、で、ケツ・メイシ・友達とか、うん、まあ、こういったのが一応は行ってたと。で、あと、まあ、もうちょっとヒあヒップ,ップ、なんだろうな、 <laughs> ちょっと言葉難しいんですけど、もうちょっとなんか日本のヒップホップっぽい感じだと、まあ、キング・ギドラの最終兵器のアンストッパブルとかが、うん、結構人気だったかな,なんていうので、比較のために一応最後に入れたって感じですね、うん。っていうところですが、それがあの一応この前の20世紀美術館でのトークのまあ内容をこうやって、こうやってあの今日お時間いただいて振り返ったというような感じですね、うん。本日はあの,あの <laughs> 一度話してることをまた話すっていう <laughs>、ちょっと不思,不思議なあれで、僕も途中、なんかもういいかな、これとか思いながら、もうまあな、なんだかんだいろいろちゃんと全部説明できたかななんてところで、うん、まあちょっとこうやってね、あの当日、実はあのインスタライブっていうのしかなくて、うん、せっかく、あの小ちろさんもかなりあの感動的なあの、まあ、スピーチっていうとあれですけど、お話しいただいたりとかしてて、まあぜあの何らかの形で僕も、 映像として残したいなっていうのはあったんですよ。うん、であとこうあの、スライドもちゃんと見れるような形で。はいうん、であと、もうちょっと,じあのとあの当日1時間の枠でやったので、少し早口なったりとか、うんあの、飛ばし飛ばしやってたので、まあ、こうやってちょっと余裕のある感じで、あの少しあのちょっと長めになりましたけど、できて本当に良かったなと思ってます。はい、本日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。